10人の方、まあ、僕だけで9人の方が時間通りきっちりお越しいただけるとは夢にも思っていませんでした本当にもうびっくりです。もうそれだけでも今日はもう成功したもう同点でものすごい皆さんお忙しいから、それで最初にちょっとお配りしている資料のちょっと説明をさせてください。登壇者の皆さんとそれから9人の皆さんとそれから会場にお越しの30人の皆さんに同じものをお渡ししています。で右肩に都市番号を振ってあります。でちょっとそれを見てください。でまず1番はこれ今日のチラシですよね。でこのチラシ通りの並びで着席していただいております。でこれは船田はじめ先生が一番偉いから上座とかそんなんじゃないですそんなんじゃないですってアイウェオ順でこっちから始まってこのアイウェオ順、柳井さんから始まったら逆アイウェオ順で苗字で並んでいただいております。でこれ一応今日15時から始めて17時半で閉会するということになっております。で2番、今日の進行予定です。あくまでこれ予定ですから臨機応変にやりますけど、大体こういう感じで進めたいというふうに思っております。で最初は1人2分以内で一回りしていただいて、まあ、ここにも書いてますけども、まあ、ここが問題だ、あるいはここを改善すべきだとお考えのところがあればまず簡潔に述べていただいて、掘り下げはその後から2回目の発言以降でやっていきたいと思っています。で特に今日はですね CM 規制の問題と2番の番組出演者の発言、これは報道じゃなくて普通のワイドショーその他でですね番組出演者が国民投票の際に賛成とか反対とかもう触れてもおかしくないと思うし、別に触れたらダメだということもないと思うんですが、その辺のバランスをまあどんなふうに取るのかっていうようなことについてですね、今日は実際に報道情報局長をやってらっしゃる奥田さんが大阪から来てくださってるんで、奥田さんなんかにそういうことも伺いたいなと、で皆さんで意見交換したいと思ってます。で3番が公開討論会、これはCM をバンバン流すんじゃなくて公開討論会をいっぱいやればいいんじゃないかというようなことで、それも意見交換したいと思ってます。でそれについても2007年前と2年前に2回にわたって大阪では大統領に基づく住民投票が行われていますが、その時にテレビ各局でですね全局で、公開討論会をやってます。テレビの公開討論会をで毎日放送でももちろん3回4回とやってて、その時のビデオをですね今日1分間に編集してもらったやつを奥田さんに持ってきていただいてますので、後でみんなで見たいというふうに思ってます。でこの 1,2,3 以外でですね例えばこういう問題もちょっと今日は話し合いたいっていうのがあれば、どうぞ自由に提起していただけたらと思ってます。 1,2,3 が終わった後で、それから、4番目はこれは今日 のお客様というか傍聴してくださっている皆さん方向けなんですけども、4番はこれ選挙運動と国民投票運動はだいぶ違うんですよと、もうちょっとネットで調べてもらったら分かるんですけども、まあ、全く違うんですよね。一言で言ったらもう国民投票運動ってかなり自由なんですね。で自由なんだけども自由だからこそ問題も生じてくるっていうことがあって、その中でインターネットを使った運動と放送広告を出すことについて、特に今日はこの2つの問題について時間を割いて意見交換することになると思われます。それから5番目がいわゆる国民投票法と呼ばれているものです。日本国憲法の改正手続きに関する法律、この中で今日の議論の中できっと触れることになるだろうと思うところだけ印刷して皆さん方のところにお手元にお渡ししております。それからその次8ページ目、これはつい最近ですけれども、4月28日と29日に衆議院の憲法審査会の森英介さん、それから参議院の方の会長、それから各党のトップ、それから各党のトップということは泉健太さんとか玉木さんとか、それから C さんとか、そういうトップの方、それからCM 議連の会長をやってらっしゃる今日お越しの船田はじめさん、そういう方々トップの方にですねいろんな提案と要望を出しました。で後でも触れますけども、これに返信をしてくださったのが
船田一さんと共産党の志位和夫さんのお二人だけで、他の方は文書通信費が足りないのかもしれませんけども一切返信はありません。それで12番目、これはですね、今回公開討論をもっともっとやればいいんじゃないかという提案を、これはこの中の全員じゃなくて私なんかがやりたいと思ってるんですけども、その時にイギリスでですね、2時間近く投票日の2日前に EU の国民投票の時に公開討論会をやった時の、これアドレスが書いてあります。これ誰もが自由にですね、このダイジェスト版を見ることができます。でそれを見たら、もういかにその公開討論会がもうフェイクを潰していくのかっていうことが分かると思うんで、この、今日は柳井さんにお越しになってお越しいただいてますけども、そういうのをこれアドレスを貼っときました。それから14番です。14番はこれは大阪都構想の1回目の橋本さんが維新のトップになってた時代、市長、大阪市長も務めた時代にやった1回目の住民投票の後、1週間後にですね、投票の1週間後に投票した人に限って対面で調査をしました。1000人以上で、これ角度かなり高いです。1000人以上ですから。で投票するときに何を参考にしたのかということをこうやったら、やっぱりテレビの討論番組を参考にしたっていうのが多いんですよね。でテレビの CM っていうのは少ないと、こんなに少ないんだったら別に CM バンバン売ってもいいじゃないかっていう意見があるかもしれませんけども、そのことについては後でまた触れます。それからその次の15ページも16ページも同じものを、今度は世代別でどうだったかっていうことを示したものです。それから17ページ目、これは1年前のですね、衆議院選挙の出口調査で一体何を最終的に参考にして、投票先、投票する政党、投票する候補者を決めたのかという調査を行いました。これ上質がやったんですけども、その時の結果がここに載ってます。でこれ左からブルー、オレンジ、グレー、赤か、でグレー、オレンジとなってますけども、これ何がどうなのかというのはこの調査用紙と対象に見てもらったら分かるんですけども、一番左が新聞雑誌などの記事、2番目が新聞に載っていった政党や候補者の宣伝広告で、3番目がテレビの政見放送、4番目がテレビのニュース情報です。こんなふうに調査用紙、17ページ目の調査用紙と18ページとこう対象してもらったら一体何が多かったのかというのが分かります。でこれで分かったことは、まあ噂というかよく言われてた、高齢者はテレビをよく見てテレビの影響を受けると、で若年層はネットの影響を受けるっていうのがこの通り出てるんですが、しかし思ったほど差は開いてなくって、いわゆるテレビを見ないと言われてる若年層でもテレビを参考にして投票したっていうのが意外と多かったのに驚いています。それと若年層は新聞読まないというふうに、僕は大学教授をやってる何人もの友達からいつもそれ聞かされてるんですよ。うちのクラスで新聞取ってるやつ一人もいないとか。ところがこれ見たらですね、新聞を参考にしたっていう若者がすごく多かった。でそれもね、結局は投票所に来る若者って新聞も読んでるんだなということが分かりました。それから20ページ目、これ国民投票のすべてっていう本の第2版のとこから、海外ではテレビ CM、ラジオ CM、どういうルールになっているのかっていうのをこの289ページのところに書いてあったので、そこだけちょっとコピーをしてきました。それからその次、津田大介さんが2017年、だから5年前ですね、通販生活、カタログハウス社の通販生活で、フェイクニュースの問題とかネットの問題、国民投票に絡めて、津田さんがご自身の見解を述べておられるのが21ページ目と22ページ目です。でこれがそれでよいしょでめくっていただいて、次に23ページ目はですね、本間龍さん、本間龍さんも一月満札で毎日登場されてますけども、今日も朝収録終わってからこっち来てくださったんですけども、もともと本間さんは博報堂の社員で、宣伝とか広告の専門家やったわけですけども、その本間さんがですね、ご自身でこの国民投票と CM に関する本も2冊出されてますけども、で本間さんの今の見解というのを書いてあります。でこれで24ページ全部揃いました。資料はそういうことです。それから議論に入る前にちょっと今回のこの
円卓会議の趣旨などを簡単に説明したいんですけれども、まず今日ですね、ご覧になったら分かるように菅野志桜里さんお一人なんですよね、女性が。で、なんでそのむさ苦しい男ばっかり読んだというふうにまたお叱りのメールとかが来そうなんで言っときますと、5人の方に、菅野さん以外に5人の方にオファーをかけました。ところが5人ともですね、同じ日の同じ時間に先約があるとか、まあ、この問題については不勉強だからとかいろいろ理由があって、丁重にですね、今回は控えたいということでお断りがありました。だから我々は女性の出席を求めなかったわけじゃないし、なんて言ったらいいかな、まあ、要するにそう誤解のないようにちょっと抗議のメールは勘弁してくださいそれからなんで船田さんと桜井さんという現職の議員だけ呼んで野党の議員は呼ばなかったというまたお叱りが来るかもしれませんので、これもですね4月28日と29日付に先言った CM 議連の船田さんに出した日と同じ日に各党のトップに出しました。で、選挙が終わったらエンター会議をやるからぜひそこにも参加していただきたいということで返事を待ったんですが、出席するとも出席しないとも一切何の返事もなかったんです。泉健太さんからも誰からもね。で、さっき言ったみたいに C さんお一人が丁寧に返信をしてきてくださいました。で、それはもう非常に簡潔な回答やったんですけども、国民が求めてもいない憲法改正の国民投票のルールについて整理したり議論したりする必要はないと考えるから出席しないというより議論すること自体が意味がないと必要がないと思ってるんで行かないという返事でした。で、他の方は一切、まあ、とにかく全く返信はないということですから、これは私たちは野党を拒否しているわけでも何でもないということです。それで民間放送連盟の永原さんが憲法審査会にですねたびたび招かれたりして発言されてますし、それから朝日新聞でもですね本当に分かりやすい解説をしたりされてるんで2ヶ月前からもう永原さんにご登壇をお願いしたんですが、永原さん、民間放送連盟の専務理事を退職されて今そのポストにあられないので、それで他の方にどなたでもいいからお願いをしたいということでまた改めて要請したんですけども、民間放送連盟は今回は見合わせたいという返事を昨日頂戴しました。で、見合わせたいということだったんですけども、あ、おととい返事頂戴しました。で、見合わせる理由については言わないと、ただまあ見合わせたいということだけだという回答でした。から、でまあ、中山太郎さんの時代にですね船さんもご存知のように、東京で3回、まあ、慶応大学とかカタログハウスのホールとか東京で3回、それから大阪でも1回、憲法調査特別委員会、衆議院の憲法調査特別委員会のメンバーをですね中山さんが引き連れて、当時は枝野さんなんかも入ってたんですけども、市民のフィールドで憲法調査特別委員会で委員内で国会だけで議論するんじゃなくて市民のフィールドに出て行ってバンバンガチでやり取りしようというのをやって、実際それが法案に生かされたこともあったんですよね。で、そういうことを我々ぜひやりたいということで各党のトップにも引き続きこれからお願いしていくつもりですけども、そんなことでそういうこともできない状態なので、まあ、我々としては国民的な議論を盛り上げるためにもですね、今日こうやって影響力のある、まあ、須田大輔さんとか堀潤さんとかもネットの世界ではものすごい影響を持ってらっしゃるんで、残念ながらテレビではですね良心的な番組と言われている例えばサンデーモーニングとか報道特集とかそういうところでもこの問題は全然取り上げていただけないので、もう仕方なくですね、もうなんて言ったんですか、もう津田さんには本当申し訳なかったんですけども、お忙しいところ津田さんと堀さんにですね、出てきてもらったら少しはネットのユーザーがこの問題に関心を持ってくれるかなというふうに思ってご無理申し上げました。で、最後に私たちこれ6年前からこの運動コロナ禍で国民投票の今日の主催者の国民投票のルール改善を考え求める会っていうのは本間さんと私の2人だけなんですよね。で、他の方々はゲストなんですけども、今日の議論をですね参考にして我々としては改めてですね憲法審査会の会長とか各党のトップに改めてもう一回こういう
こういうルールでやっていただけないか、考えていただけないかというのを、今日の皆さん方のご意見を参考にして、またまとめたいと思っています。したがって、そのまとめて出すものについては、僕と本間さんは連名で出しますけれども、他の仲間たちと一緒に、別に堀さんや柳井さんが、そこの案にですね、同意をしているということではありませんので、誤解のないように。それから、奥田さんについてはですね、毎日放送を代表して今日意見を述べるわけではなくて、ポストは報道情報局長ですけども、今日は個人の資格で、来ていただいてまして、新幹線も自腹で来ていただいておりますのでくれぐれもその辺も誤解のないように。で、とにかく今後ですね、例えば船田さんは最初に2006年に最初に国民投票法が、赤松さん、公明党の赤松さんが自民党の安岡さん、船田さん、これ議員提案されたわけですけども、でその時も提案者でしたけども、実は数年前に出された改正案も船田さんは提案者であります。でその改正案というのは、皆さんご存じのように公職選挙法にすり合わせていこうと、ルールを、もう非常にそういう単純な話やったんですけども、それも3年以上かかってます。でその間何があったかって言ったら、もうほとんどこれはもう政局にされちゃったわけですよね。で議論すべきことを議論しないで国対マターになっちゃった。で我々としては今後はですね、もう与野党の皆さん方はこの国民投票法のルールに関してはですね、他のことならともかくこのことについてはもう国対マターにしたり政局にしたりしないで、議論すべきことはいっぱいあるわけですから、もうたっぷり時間かかりますので、それをですね、もう国対マターにしないで議論をこれから進めていっていただけたらというふうに思ってます。でこのエンター会議を通して、今日も IWJ がライブ配信してくださってますけれども、一人でもたくさんの人がこの国民投票のルールについて関心を持って、主権者の一人としてこれにまあ関わっていくというか、意見を出していっていただけたらありがたいし、与野党の方もですね、院内だけでなんていうか院内のやり取りだけで終始しないで、ちゃんと主権者の方を向いて主権者から積極的に意見を聞くというような方向に転換していただけたらありがたいなと思っています。ということで、それでは予定通り始めたいと思います。だからまず菅野さんの方からですね、まあこういうところを私は改めた方がいいんじゃないかというふうに思ってますっていうのを、1人2分ずつこの逆時計回りでやっていけたらよろしくお願いします。ありがとうございます。菅野志織です。私の方からも今井さんからぜひ女性の参加者誰かいませんかって散々聞かれたんですけれども、発見することができず、お連れすることができませんでした。すみません。改めて私、船田さんや桜井さんと一緒に CM 議連 のメンバーとして議員時代は活動させていただいていました。今議員を卒業したので、今はどうなんでしょう、野党の議連の議員のメンバーがいるのかいないのか、ちょっと心もとない状況になってしまったことが申し訳ないなというふうに思っています。私自身は、2つ冒頭で申し上げます。1つは本当に人を選ぶ選挙に閉塞感がある今、やっぱりことを選ぶ国民投票、住民投票っていうものを充実させることが、ひいては人を選ぶ際の判断の物差しを国民一人一人に作っていくことになると思うので、とても大事なことだと思っています。その上でこの憲法改正の国民投票のルールについては、やはりその民法連側 の言論表現の自由というよりも、国民にいかに良質な判断材料を供給できるかという点を重視して考えるべきだというふうに思っています。でやっぱりそのためには一定の長さが必要だということと、やはり一方向よりも双方向、双方向よりも多方向っていう、こういうその情報提供っていうのが、すごく大事だというふうに思っていて、これ言うまでもないんですけれども、結局その CM のようにすっごく短い状況だと、もう本当に戦争の足音が聞こえてくるとか、自衛隊員が子どもに胸を張れるとか、でそういうもう情報提供っていうのは、国民はすっかり飽きているし、見透かすところもいっぱいあるとは思うんですけれども、そういうその提供の機会をいろんな問題がありながらしっかり保障することの方が大事だと私はあんまり思っていません。やはり一定の長さ
があって双方向多方向の情報提供コミュニケーションを国民の前で見せることができる、あるいは国民自らがその、話し合いに入っていくことができるっていう、まあ、機会が必要で、まあ、そういうことでいうとやはりその CM 規制の方は、まあ、よりその14日ラスト14日という以上に実効的な規制を私はしてもいいと思ってますし、一方でその公開討論会の、まあ、実効的な機会の確保っていうこともこれはどこかの自主性に委ねるだけではなくって、まあ、ルール化した方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。以上です。はい、津田です。よろしくお願いします。まあ、僕2017年に、ね、通販生活でインタビューを受けてた時とやっぱりだいぶ状況変わってきてるなと思いますね。当時はやはりこの国民投票を、憲法改正の発議に伴って行うかもしれないというところでテレビ CM の規制の議論というのが中心 で、まあ、今もそれは、ね、全体的な状況は変わってないと思うんですが、むしろやっぱり問題はテレビ CM 以上にこれより幅広く、いろんな形で消費者は接する可能性がある、やっぱネット広告ですよね。ネット広告についてはまだ多分どういうふうに枠組みを作ればいいのかっていう議論すらほとんど始まってないという状況もあるので、これはまた別途話さなければいけないことなんだろうなと思います。というのも、今もう経済規模でいうと2019年にネットの広告費がテレビを初めて逆転したんですよね。で、去年2021年は、インターネット広告費がですねマスコミ4倍体も上回ったっていう状況になっていて、実はやっぱりネット非常にフレキシブルなネットをどう議論していくのかっていうことだ。論点としてはテレビ CM の規制どういうやり方でやるのかっていう論点で、2つ目の論点としてはインターネットのこのネット CM の規制っていうのは具体的にどうでやるのか。でもやると言っても、でも一番世界最大の広告ってどこかというと Google と Facebook ですよね。どちらもアメリカ企業で、じゃあ規制するって言ってもどうやって本当にガバナンスできるんですかっていうこの論点もある。でさらに言うと、まあ、今日これ後で多分話も出ると思うんですけど、テレビ CM、まあ、テレビネット CM だけじゃなくて CM ではないけれども CM 以上の効果を持つコンテンツについてどう考えますかって話ですよね。例えばこれ去年の2021年の9月かな、防衛省がさまざまなネット上のインフルエンサーとか芸能人に対してアプローチしてレクをして、で、まあ、理解をしてもらって、いろんなことを正確なコメントをしてくださいっていうことが報道されました、朝日新聞で。でこのこと自体はレクってよくやられてることですけれども、でも選挙前にやっぱりそういうようなある種影響力がある強いインフルエンサーとか芸能人に特定の目的を持った情報を、インプットしていく、でそういう人たちがいわゆるワイドショーだとか、あるいはまあ日曜日だねやってるような番組とかで、タレントの方とかが何かしらの例えばこの憲法改正の国民投票についての意見を述べた時に、それって CM とは違った形で、ともこれ規制のしようがない話で、あるいはネット上にたくさん溢れているような、まあ、動画コンテンツなんかも含めて、そこもやっぱり多分合わせてこのテレビ CM、 ネット CM、 そして CM じゃないけれどもCM 以上の効果を持つコンテンツということ、これらやっぱ総合的に判断していかないと、なかなかこれ実効性のある議論にならないのかなとは思います。他方で今井さんが最初におっしゃってたように、まあ、これ国民投票が行われる蓋然性がだいぶ高くなってきている状況で、まあ、これを契機にして、まあ、ネット時代にどうやって国民の熟議のプロセスを作っていくのか、まあ、そういった視点でも今日議論ができればなと思います。以上です。皆さんこんにちは。今日、ここに来るまでにですね、いろんな事情で来られなかった人、また出ていただいた方、いろんな事情があるもんですから、非常に、今日の会は意義ある会だなというふうに思っております。私がここに出ている立場としては、一つはCM 議連というのが数年前にできまして、まあ、菅野先生も参加し、今日来るはずの桜井先生も参加しているんですけいたんですけども、CM 議論での議論というのはあまり実は進展がなくてですね、まあ規制はできるだけ、特に量的な規制についてはできるだけした方がいいという人と、いやそれは少し任せてもいいんではないか、意見がかなり食い違ってしまいましたので、それ以後ですね、あまり正直言いまして開店休業という状態がずっと続いている状況でございます。そうしたら桜井さんがいつの間にか野党から与党になっちゃいまして、
ちょっと驚いているところでございますが、今日来たら少しいじめようかと思ったんですが、それはかなわないようであります。でもう一つの立場は平成19年、2006年ですか、に初めて憲法改正国民投票法を、作ろうということで、何人かの仲間と一緒に、特別委員会でかなり苦労した、その経験と、その後ずっと憲法国民投票改正案の時も、提案者ということで、関与させていただいた、そういう立場からお話申し上げることができるかなと思っております。ただ私はやはり先ほど菅野先生少しお話になりましたが、人や政党を選ぶ選挙と違いまして、事柄あるいは政策を選ぶという、そういう憲法改正国民投票、これはできるだけ国民の皆さんの間で議論を活発にするのがいいんではないかと、それで結果として国民の皆さんに選んでいただくという、その材料をね、どんどん出していくということが大事である、そういう意味から国民投票運動はできるだけ制限をなくしていく。そしてこの CM 規制につきましても、当初投票日前7日間はテレビ CM 禁止ということで原案を出したんですが、途中でそれではちょっと短いんではないかということで14日間禁止ということにいたしました。ただ民放連さんと議論してまいりまして、民放連さんが最初にですね、量的規制について何らかのルールを作りたいという、お話をいただいたんですが、その後ちょっとそれが実現されなくてですね、量的な規制は難しいということで、先ほど永原さんの名前出ましたけど、永原さんの時にそういうお話をいただいて、ちょっと我々残念だったんでありますが、よく考えてみると、量的規制をするというのはかなりやっぱり編集の中で難しいんじゃないかと、やっぱりその表現の自由とか、そういうことを考えると量的規制はかなり厳しいというのは分かったつもりでございます。ただそうは言ってもですね、何らかの規制というよりはルール作りということが一定程度必要ではないかということや、それから今津田さんからもおっしゃいましたけれど、いわゆるネット広告、こちらの方が量的には非常に特に若い人々を中心に、経験をするというか見る機会はすごく多いと思いますので、それをどう規制はもうもともと無理としてもですね、何らかのルール作りもあるのかな、そのあたりが大きなこれからの争点だと思っております。以上です。はい、堀です。よろしくお願いします。2点ありまして、1点、僕はもともと NHK 出身で、NHK の公共の電波を、パブリックアクセスとしてもっと自由に使えると使える NHK になるべきではないかということを考え、今の市民メディアを率いてですね、発信する、そのメディアを使った発信をする、そうした枠を広げていこうという試みを10年続けてきました。先日もテレビの中では、例えば選挙前ではなかなか候補者の方が有権者と交わって自由に議論する時間というのは地上波では難しいということでしたけれども、我々のメディアでは広くですね、候補者の皆さん、有権者の皆さんに今こそ選挙特番前、議論をやりませんかと呼びかけたところ、与野党問わず、いわゆる有力候補と言われる方々から、新人の小さな政党の候補の方まで集まって、Zoom でですね、約100人規模で、いろんな活発な議論をできたと。そういうことが、やはりどこだったらできるのかなというと、公共の電波を使う公共放送であればですね、そうした活発な議論できるはずだと、自由にと。ですからそこを広げていこうという議論は非常に重要だと思います。一方で、先ほど来出ている、次後のですね、CM の規制に関して、特にネット広告を規制していく、で広告とは言えないであろうさまざまな発言に関してもメスを入れるっていうのは無理な話だと思います。じゃあ何ができるのかというと、それは発議前から憲法の議論にしっかりと多くの人たちが関心を持って参加できる情報発信量、機会を増やすことだと思っています。
どうしても発議後どうするかって話なんですけど、一番重要なのはどの条文をまあ改正するのかしないのか、それは統治の話をするのか権利の話をするのかなど、そもそも憲法改正の上り口はどこなのか。先日自民党の稲田朋美さんお話聞きまして、憲法改正どうですかと、全然党内でも話もしてないし、なんか急に あんなに私は言ってたけど急に9条がとか言い始める人もいて、何なのっていう。だから党内で憲法改正したいと今まで声を上げていた方々でさえもう党内全然議論できてないって言ってるような状況ですので、まさにそういう段階にメディアがコミットをして一緒になって考えていく。だから例えばですね、その発議前にどれだけこの憲法改正に関しての話題を取り扱って公開の議論の場をメディアが作ったかっていうマイレージでもあってですね、よくやったメディアは発議後もある程度この枠使って憲法改正に関しての CM 使っていいですよとか、ある程度前と後っていうのを両輪をですねうまくバランスを取って出すとかですね、なんかそういうことをやって盛り上げていくっていう方に持っていけたらいいのかな。はい、あまりにも知らないですし、学ぶ機会もないし、意見を交わらせるような場所もないと、いきなり発議後にさあどっち選ぶんだと言われてもっていうのはあります。メディアはその責任を果たしたいと思っています。朝日新聞で、ロンザという言論サイトをやっております松下と申します。よろしくお願いします。もともとずっと政治記者でですね、この憲法改正国民投票にも関心を持ってよく今井さんにもお世話になりながら取材をしてきました。今日は運動ルールとかCM とかそういう話が中心だとは思うんですけれども、私かなりこの国民投票のルールについて根本的な疑問を持っていまして、憲法というのはそもそもその主権者である国民が権力を縛るものなはずですよね。ところが今のこのルールっていうのは権力側にすごく有利な仕組みになっていないのかという疑問を持っています。詳細はまあ後でお話ししますけれども、まずその私たちがどんな権利を手にしたいのか、守りたいのか、主権者の側のその意見真意みたいなものを探る機会っていうものが保障されていない。その代わりにその権力者の側がですね、まあ国会で3分の2以上をその占める人たちっていうのはまあ与党を含むその権力者の側だと私は思うので、権力者の側がこう縛ってほしいと、主権者に対して自分たちをこういう縛り方してねっていうふうに問題提起するという格好になってるわけですね。でそういう時に本当にちゃんと縛ってくれっていうようなことを権力者が言うだろうかと、実際にその提起されていることを見ると、例えば自民党の改憲4項目って言われるものの中には、まあ緊急事態条項、まあ、災害の時なんかの緊急事態の時には、国会で法律を作るまでもなくその私権を制限できるというようなことも含めて、権力を持つ側がもっと自由に権力を振るわせろという形の問題提起になってしないかというふうに思っています。今日の主題は運動ルールだと思いますが、そこでも権力を持つ側がその資金力、しかもその多くは税金、政党交付金という税金なわけですけれども、に任せて自由に運動できるようになっているような気がしています。このルールが本当に国民主権というものに資する形になっているのかどうかという大変根本的な疑問を抱いておりまして、その点についても議論できればなというふうに思っています。本間でございます。そうですね、この僕あと今井さんと活動を始めてこの本を出してからも5年経ったんですよね。でテレビ CM、 この本の中ではまだテレビ CM の規制が結構メインだったんですけど、で国会で憲法審査会が結構開かれていろいろ改正案とかも
とあの、まあ、改正案が通ったりはしましたが、やはり広告規制に関してはほとんど、ほったらかしにされているというですね。で、まあ、そこがやっぱり、まあ、僕としてはやっぱりこうそれが一番気になっていて、まあ、あの津田さんもおっしゃいましたけど、テレビ CM、ネット CM、また CM に見えない、とはいえ CM っていう、まあ、そういうものってやっぱりものすごい溢れていてですね、そこはやっぱり何らかの規制っていうのをきちんと考えていかないと、いざ国民投票になった時は非常に危険なのではないかなというふうに思ってます。で、ね、やっぱり民放連の方にぜひ来ていただいてお話をしたかったなと思うんですけど、まあ、彼らはその言論の自由がなんとかとかって言うんですけど、まあ、彼らはお金を儲けの自由しか考えてないと僕は思っているので、まあ、そこのところでその民放連とかそういうあとまあ権力側のその良心に期待して、待っているっていうのは非常に危険だなというふうに思っております。 ですのでまあやはり広告の規制というのをどう考えるかということについてお話ができればなというふうに思ってます。柳井と申します。ファクトチェックイニシアティブの事務局長で弁護士の柳井と申します。私は今の、まあ、このネット、CM 規制と、まあ、今井さんからいろいろ教えてもらうことが多々あって、まあ、特にイギリスの、EU をめぐる国民投票で、まあ、CM のね、なんかこう核爆発がこう出てくるような CM とか、ああいうのを見せられて、まあ、ああいうものがね、まあ、そういう、ああいう、つまり非常に感情に訴える、そういうものがあり得るんだということで、まあ、そういったことが野放しにならないような何らかのルール作り、非常に重要だなと思っています。まあ、一方で表現の自由とかそういう問題もあるので、実際にこうルール化する、具体的にルールどういうルールにするのかというのは非常に一方で難しい問題があって、で仮に、まあ何らか その量的規制も含めたルール作りができたとしても、それで問題が解決するわけでは当然ない、まあ、それは野放しにならないという程度であって、実際には広告に限らずですね、当然、今もネットの言論社会になってますから、別に広告をかけなくても当然いろんな言説が飛び交うわけです。いろんな画像を作れるわけです。いろんな動画はあるわけです。ですのでそちらの影響力ももう半端ではないわけですね。今実は目の、目下この時間帯でめちゃくちゃ拡散している憲法改正についてのまあ、これ FIJ で補足しているんですけれども、まあ、統一教会に支配されていることが明らかになった自民党政権、そもそも自民党の改憲草案は最初から最後まで統一教会の希望通りの内容で、自民党のオリジナリティは、ゼロというふうな言説が、昨日からですね、1万以上の、いいねをつけて今も拡散し続けています。でこういったものが、まあ、今別に憲法改正の具体的なそのアジェンダもその発議も行われていない中でも、まあ、これは一例ですけれども、こういったものはこういった根拠不明な情報というのは常にもうネットで飛び交っている中で、私はまあファクトチェックの重要性、まあ、これはもうここにいらっしゃる方はファクトチェック何なのかということを説明しようないと思いますけども、皆さんここにいらっしゃる方、ファクトチェックの意義を否定される方はまあいないと思うんですね。でこれは私ももう5年前からこの FIG を発足してですね、まあ、少しずつ毎日新聞はじめ、ファクトチェックに取り組むメディア増えてきましたけれども、まだまだもう本当に国際的な、水準には達していないレベルです。でそれは今日ちょっとこれお配りいただければと思うんですけど、1枚ずつ憲法審査会、6月2日の憲法審査会に呼ばれてそのことを訴えましたけれども、まあ、国際的なもう本当に韓国とか台湾とか、フィリピン、インドネシア、インド、それぞれの国でファクトチェック団体というのは複数活動しています。私が訴えたいことは、
本当に、まあ、憲法改正の発議が行われるかどうか分かりませんし、どういうルール作りができるか分かりませんが、いずれにしてもファクトチェックをする団体が複数ですね、きちんと活動している状態が、その発議が行われたときに活動している状態が望ましいと。ただ今の段階では一つも正直言って専門的なファクトチェック団体、本格的な団体まだ誕生していないところであります。で、まあ、私は応援しているリトマスというそのちょっと最近今活動をし始めた専門団体を目指そうとしているグループがありますけれども、国際的な基準を満たしたと、認証されているそのファクトチェック団体がですね、一つもない国というのは、まあ、日本なんですけども、 G20 の中で中国、ロシア、サウジアラビア、そして日本の4カ国でです。もう一度言います、中国、ロシア、サウジアラビア、そしてこの日本なんですね。でもう他の16カ国はどこでもその複数の団体が本当に恒常的に活動しておりまして、で今井さんのおっしゃる国民投票とかそういった機会でも当然ファクトチェックというのはもう盛んに行われています。でそれでも誤情報というのは当然なくなるわけでも何でもないので、でもそれをやれない状況というか、それを十分耐えられるその状況に今ないのではないかというのは危機感としてあります。はい、以上です。はい、大阪都毎日放送の報道情報局長の奥田です。皆さん憲法改正に一加減お持ちの方がいろいろ自由に話せるのと違いまして、私なかなか組織の中で、先ほど今井さんも言っていただきましたけれども、当然会社を代表しているわけでもございませんし、民法の代表でましてあるわけもございませんので、まあ、一個人の意見として、少し話せればとは思うんですけれども、まあ、この議論やはり民法側というのはなかなか積極的に多分出席してこない中、今回今井さんに、テレビ関係者がやっぱり民法関係者が誰も出ないというのはどうかということを言われまして、まあ、せめて個人の意見ではありますけど答えられる範囲で言いたいと思っています。で私先ほど紹介ありましたように7年前、大阪の都構想という、まあ、非常に難しい制度の住民投票が行われている中で、真っただ中で、やってきたわけなんですけども、まあ、大阪って投票率あまり高くなく、普段の選挙でも 50%、まあ、市長選挙なんでかでは 30% という投票率がある中、この住民投票では61回目が 66.83% と非常に高い投票率になりました。これやはり地元の大阪市がなくなるかどうかという、まあ、興味関心もそうですけれども、メディアがやっぱりかなりの時間を割いてこれについて伝えたからです。で、CM も自由にかなりは流れておりましたが、まあ、CM であれ、討論会であれ、まあ、メディアが自由にやはり表現の自由のもとできる限り規制のない議論をやることによって盛り上げられれば、一番それがやっぱり国民にとって幸せなんではないかと思いますので、そういう観点からお話しできればと思っております。じゃあ一回りしましたんで、この1番目の、まあ、1,2,3 と3つあるわけですけども、1番目のこの CM 規制についてですね、ちょっとどなたでも結構ですので発言をしていただけたらと思うんですけども、どうですか。この CM 規制はさっき津田さんが言われたみたいに、テレビラジオだけじゃなくって最後の3行に書いてあるみたいに、ネットにおける有料の国民投票運動 CM、 意見表明という定性の CM を含むに関してもということで、そのことについてももちろん問題視しておりますので、そのことで、じゃあ津田さん改めてもう一回いきます。そしたら、これどうしましょうかね。はい、例えば規制を、まあ、やるべきかやらないべきか、やるとしたらどういうふうな形を津田さんなんか。そうですね、まあ、だからCM の、まあ、総量規制をするのかどうなのか、あるいは時間規制ですよね、まあ、さっきちょっと菅野さんも少しおっしゃってたと思うんですけど、確かに今僕そのことで時間規制の話では思い出したのが、やっぱり今ってすごい今回の参院選で
TikTok だとかね、あるいはインスタグラムだとか、まあ、今回参政党が非常に伸ばしましたよね、予想外の検討をしたっていうところで、あれがすごく伸ばしていたのがやっぱりああいったソーシャルメディアで、めちゃくちゃだから彼らの動画とか見て、まあ、よくできているんですけれども、確かに短く切り取って分かりやすく主張をして、でただ全体を見ると、ね、彼らが出しているハンドブック Q&A とかを見ると、結構科学的根拠とかこれちょっと危ないんじゃないかなっていうような、ある種陰謀論めいたものみたいなのもあって、本全体を見ればここの党に対してね、賛否を示すのはどうなんだろうっていうのは判断できるんだけれども、個別のやつだけ見るとやっぱり結構いいことを言っているっていうことになって、やっぱ断片化することによってその主張が説得力を分かりやすくもたらしてしまうっていうところはあると思うんですよね。もともとテレビメディアってそういうところもあるんですけれども、その CM っていうのは15秒とか30秒になるとよりそれがもう分かりやすくなってしまう問題で、とりわけだからやっぱ憲法って複雑な論点がね、いっぱいあって、しかもどの条文をどう変えることによってどういう影響が考えられるのかっていうのは、とてももちろん15秒とか30秒で説明できるものではないので、まあ、せめてそれは1分とかね、そういうようなものとかの議論、時間っていうものは一つ切り口にはなりうるのかなっていう、まあ、表現の自由に配慮するっていうところで考えると、その辺はあるのかなというのは思いましたね。はい、プナさん、どうぞ。先ほど、ファクトチェックの話もありましたけど、基本的にはやっぱりいかに我々が知識を持っておくかということと、前のめりな関心を持っておくかということが最終的な情報の選別に関わってくる話だと思うんですよね。ですから何もないところにやっぱり分かりやすい動画が来て、いつも見てる SNS で非常にこうシンパシーを求めるようなものが流れてくれば、それはまあ純粋培養されていくだっていうのは実感ですね。ですから、先ほど来言っているように、事前の段階でどれだけしっかりと発信できるか、そうした議論の場を作れるのかっていうところを、やっぱ注力するべきだと僕はもう考えています。今8ビットニュースっていう我々の市民メディアではほぼ毎週のように憲法のことについて取り上げています。倉持凛太郎弁護士であったりとか、真木伊豆太郎弁護士だったりとか、その法律の専門家が、その法律の専門家だけを呼ぶんじゃなくて、いろんな形で専門家や識者や他の実業家やを呼んで、憲法って切り口から日本を見ていこうという、そういう解説していただいていると非常にこう面白いんですよね。日本国っていうものがどういう国なのかっていうのが構造的に見えたりとか、そういうところに、しっかりとコミットしたメディアがちゃんと評価されるような、そういうありようっていうのを作っていったらどうかなと思っております。皆さんちょっと待ってくださいね。ちょっと堀さんとね、津田さんの言ってることってね、やっぱりどういったか矛盾してなくて共通してると思うんですよ。一つはここにおられる方全員がそうだと思うんですけど、テレビもラジオもネットも含めて CM あるいは CM に CM と同じような役割を果たす CM と呼ばれないものを完全に規制することもできないと思うんですよね。でその上で堀さんは、だったらもっと勉強の場を、理性的な判断を、感性的認識じゃなくて理性的な認識が促進されるような番組とか、その状況をもっと発言前から作っていこうということを言われてるわけですよね。そうですね。大阪のいわゆるいわゆる都構想、あれだけやはり多くの方々が関心を持ったのは、事前のやはりこう各政治家の皆さんや関係者の皆さんの発信、あれもメディアも含めてすごく盛り上がっていきましたよね。全く関心がなかったけれども、あ、これ私の問題なんだな、あ、自分の地域の問題なんだなと思った時に、ようやくその議論の場が整うわけで、ただ選挙もそうですけども、その事前の報道とか事前のその盛り上げ方っていうのが苦手っていうか、あまり関心を持ってもらえないんだったらそれほどやらなくてもいいだろうとか、やはりこう政治的な中立性もあるだろうから扱うのはおっかないねなんて言って、だからそういうような状況をやっぱ改善していくところから始めないといけないなと。やっぱり憲法、先ほどお話ありましたけど、私たちの憲法ですからね。だからその当事者意識を持った参画者をどうやって広げていくのかっていうことがあって、で最終的に
じゃあ広告ってどうなのっていう、メディアってどういうやり方なのっていうふうに順番を踏んでいかないと。わかりました、船尾さんお待たせしました。1点だけ短くいいですか、はい、あの僕の補足というか、まあ、僕の現時点でのこの問題の立場っていうのはやっぱりメディア状況が大きく変わっているので、まあ、厳しく規制を、まあ、できたとしても、もしできたとしてもね、やるべきだった話じゃないですけど、できたとしても多分効果限定的だと思うんですよね、皆さんが危惧しているような問題に対しての。で限定的でも、限定的であるっていうことはやらない理由にはならないし、やらないよりかはある程度基準を決めてやった方がいいんだろうっていうふうには思っています。でただやっぱり限定的であるから、まあ、そのどういうふうに規制をするのかっていうのは、それこそ本間さんとかさまざまなあの指揮者の人でやればいいんですけれども、どちらかというと僕の本音はむしろ CM に関してはまあ規制がやりやすいわけですよね。全国で局が大体限られているから、である程度民放連と調整をしてそれやるっていうのができるから、ある程度そこのガバナンスもやりやすいんだけど、むしろそれをとっととそこを決着させて、もっとガバナンスが難しいネット規制の具体的な議論に進みたいっていうのは結構本音としてはあるっていう。いやそうなんですよね。だからもう憲法審査会で議論することっていっぱいあるんですよ。いっぱいあるし、津田さんとか堀さんみたいには参考人をいっぱい招致して議論深めるべきなのに、ずっとなんかあの公職選挙法のすり寄せが3年もかかってね、でそれでようやく去年の6月に3年以内に CM 規制については結論を出すと言って、もう1年と2ヶ月経ってるんですよね。でそんなことで僕船尾さんを責める気はありませんがごめんなさい、お待たせして、さっき手を挙げてくださってて、あの自民党の正式なあの見解ではありませんが、私の個人 の、 あの考えを申し上げますと、あのテレビラジオも含めて CM の規制について、量的な規制というのは私はもう非常に難しいと思います。というよりはやっぱり賛否のバランスを取るということが非常に大事だと私は思っておりますね。それであの民放連の皆さんと議論しておりますと、あのいわゆる CM 交差、つまり CM にかけるときに、あのその絵コンテの段階から、あのその放送局とあの事前に話し合いをし、あるいは指導をして、場合によっては指導して、あの戦場的なものであるとか、ショッキングなものとか、そういう極端なものはなるべく排除していくということをやったり、それからあのルール作りの中で民放連が言っておりましたのは、あの例えばニュースの直前や直後にこの憲法改正 の、 その CM を流すとか、それは避けよう。それからあのその賛成の CM をうわっとこう一時に流すということをやめてですね、あの反対の CM を同じぐらい の、 そのバランスで流していくというのがいいんじゃないか、まあ、そういう内規みたいなものが相当私は出来上がっていると思っておりますので、民放連さんにこれ以上ですね、あのああしろこうしろというのはもう無理なんで、あの今民放連が考えているようなあの方向であのまとめていただければ私はいいと思っております。それからまあ、3年以内にね、CM 規制のあり方を考えるということなんですが、あのもう一つですね、あの広報協議会というのがあの発議された後すぐあの衆参両院の代表者で、組織をされます。でこの広報協議会はいろいろなまあ、賛成意見、反対意見 の、その概要をですね、賛成と反対の分量を同じにして、まあパンフレットを作る、あるいは新聞で、広告を出すとか、でそれを公費で全部やるという役割しかほとんどないんですけど、実はもっと広報協議会に働いてもらう必要があるんじゃないの。それはあの今までも議論しているようなあの賛否 の、 そのバランスが崩れている場合にですね、やはりその民放連や、まあ、NHK さんはどうか分かりませんが、そういうメディアに対してですね、ちょっとこれはバランス崩れてますから、あの是正していただけないか、まあ、勧告権というとちょっと強くなると思いますが、そういうその、ある意味 の、 この指導ができるような、そういう権限をやっぱり新たに与えておくという必要は少なくともあるんじゃないかというふうに思っております。今の配信を聞いてくださっている方と傍聴席におられる方にちょっと簡単に説明すると、
今船田さんが言われた広報協議会の仕切りによるその様々な賛否両派の主張をまあ活字化したり放送化したりするっていうのは、これ賛否両派は同じ分量というふうにもう法律で決まってるんです。だからイメージしてほしいのは選挙の時の政見放送と同じなんですね。全ての議員が同じ分数ちゃんと使えるわけですね。いわゆるフォーマットと言われている人も有力と言われている人も大政党の人も小政党の人も同じ分量なんですよね。でそれは今回の国民投票法の中で その賛成派反対派同じ分量でやるっていうのは広報協議会のもうそれはもう法律でちゃんと縛りが効いてますから、これを逸脱するわけにいかない。で今本間さんとか堀さんとかが問題にされているのはその広報協議会仕切りじゃなくて私費でテレビ系局とあるいはネットのそういう会社と直接契約して私費で流すものについてはこれは広報協議会が介入できないので自由ということになっているので、そこを規制した方がいいんじゃないか、あるいはしない方がいいんじゃないかという話になっているということ。堀さんお待たせしました。せっかく先生方もいらっしゃるので、ネットの規制の話になるともうちょっと大きい話になってきませんかというのが、やはりプラットフォーマーたちはほぼ今海外勢ですよね。でしかもいわゆる自由主義諸国といわれるようなアライアンスの地域から、旧社会主義共産主義圏というか、現在の共産主義というか、そういう中で今データフリーフロートラストと言われるようなどういう信頼性のあるデータの取引をするのかっていうのが大きなテーマですと言われている中、憲法改正に関わる情報発信なんていうのは格好のやはり戦場になってきますよね。というのが今年の春に国境なき記者団が声明を発表しました。それはTikTok に対してアルゴリズムの再変更を求めるという声明だったんですよね。ウクライナとロシアの戦争のことに関してかなり偏った情報や、意図的な情報が上がってきていると。でしかもそれがエンターテインメントコンテンツに合わせる形で非常にこうプロパガンダが混ざっていて、これはユーザーにとって非常に危険なんだということから求めて、TikTok 側も我々やっています、アルゴリズム変更して注視していますと言ったものの、米国で取材をした記者たちがもう一回再検証すると明らかにアルゴリズムは治っていないというか放置されているじゃないかということでもう一回再声明を出すというわけですね。一方国内でも毎日新聞が特集してましたけれども、ヤフーニュースのような大きなニュース媒体のコメント欄を活用して、国内世論だけじゃなくて海外での世論形成にもある意味うまく利用していこうというような、そういうような流れがある中で、やはりここは政治家の皆さんにしっかりと安全保障上の観点からもより大きなテーマを持って今こそ取り組んでいただきたいテーマだとの中にある、この、国民投票の際はどうなのかというような、そういう構造に関しては現状はあまり議論が進んでいるようには思えないなというのがあり、ちょっとこれはもう船田さんもいらっしゃるのでぜひ伺ってみたいところでありました。テレビ CM について言えば、高額なんでね、その資金力に劣る側が出しにくいと、資金力に勝る側がこう一方的に出すことが起こりうるということですよね。でその資金力勝る側ってどっちかっていうと必ず改憲側だと思うんです。なぜなら、国会で3分の2以上の勢力を占めてる側時に発議ができるわけですから。でということはそのもらっている政党交付金も全然量が違う、金額が違うわけですね。投下できる金額が違うということになると思います。なのでその一定の規制はあり得ると思うんですが、ただその前提があって一番大事なことっていうのはどちらの主張もちゃんと届くことで、そのただ規制をしてどちらの主張も届かないみたいなことが一番良くないわけです。だとするとその公費を使った、政見放送だとかね、に当たるようなもの、国民投票広報協議会、その公費によるその無料での、発信できるですね放送枠をしっかり確保するということが大前提にあって、その上で、
CM の規制強化というのはありうべしなのかなというふうに思います。ただし、まあ、実際の主戦場というのは今あの話があったようにネットなんじゃないのかなというふうに思います。ブレグジットの時もそのボートリブ離脱派 の, その幹部は資金のほとんどをネットに投下したと、つぎ込んだというふうに言ってるわけで、あのおそらく同じようなことになるんだと思います。ネットについてはやっぱりあの CM に限定した議論っていうのはなかなか難しくて、例えばその SEO 対策に議論あのお金を投下して、検索したらその反対派だとか、あるいはまあ改憲派だとか、まあ、どっちか の, その自分たち の, その、ものが検索上位に出てくるようにしたりするかもしれませんよね。あるいはその YouTube などで発信するインフルエンサーについて、に対してそういう人たち買収するかもしれないですよ。あのこれ買収犯罪じゃないんです。選挙と違って、組織的多数人買収しか、その法律に書かれていないので、買収自体が別にその構わないと。昔であればその国民全体を買収することなんてどうせできないんで、そんなことあんまり考える必要はなかったのかもしれないけれども、今は個人でもその巨大な発信力を持っている方々がいらっしゃるわけです。そういう人たちを買収してしまえば、その大きくこう状況変わるかもしれませんよね。いうようなことも含めてそのこう考えていかなければいけない。それにはまずその資金面の規制、例えばまあ使える資金の上限の設定、あるいはまああの使途の公開も必要ですし、あるいはまあ今言ったような、その組織的多数人買収だとか、個人も強大なその巨大な発信力を持ちうる時代に沿ったその規制のあり方みたいなものを考えないと、当時この法律を作った時点では相当状況が変わってるんで、かなり根本的に見直していかなければいけないと思います。もちろんあの柳井さんおっしゃったようなファクトチェックも大切ですし、あるいはプラットフォーマーのアルゴリズムの問題、というのもすごく大事なことなんで、かなりその根本的に捉え直さないとあのダメかなというふうに。1番で2番が番組出演者の発言だったんですけど、ちょっとこの入れ替えて3番をちょっと先に持っていって、今1と3混合してちょっと議論したいんですが、今の松下さんの話とか伺ったり堀さんの話伺ったりしたら、あもうあの規制のやり方についてはまああの意見が違いますけども、いずれにしてもあの規制だけじゃなくってどれだけみんなに学びの場を提供するのかが重要だということで言えば、この3の公開討論会が非常に有効やと思ってるんです。で今日はあの奥田さんが当時 の, あのテレビでの公開討論会 の, あの映像を後で流してもらいますけども、実はそのブレグジットの時もそうだし、あのそれから大阪都構想の時もそうなんですけども、明らかな、嘘、それからかなり曖昧、根拠が希薄で明示してないことを、大阪市を辞めて大阪都になったら都にならないわけですけども、4200億円浮くと橋下徹さんが言われて、ずっとそれを言い続けてきて、そんなに大阪得すんのって言ってたのが、1回2回3回4回と十数回公開討論をテレビでやる中で橋下さんついに言わなくなったんですよね、根拠を示せなくなって。だからブレグジットの時もそうだけども、あのこれ EU にこれだけのお金をね、私たちは決税をね EU に投下してるんだっていうのが、それは嘘だろうということになって、公開討論会やっていったらもう最後は言えなくなったと。結局あの柳井さんがやってらっしゃるあのファクトチェックのこととか、それからその他さまざまな規制もやるべきやけども限界はあるから、そしたらもう学んで学んで学び倒してもらって、公開討論を何回もやって嘘を浮かび上がらせていく、曖昧なことを浮かび上がらせていくという手法にした方がいいと思うんですよね。でそこで船さんに伺いたいんですが、さっきあの広報協議会がもっと働いてもらった方がいいというお話だったんですが、
広報協議会が仕切って公開討論会をただ CM を、まあ、政見放送みたいなのを流すだけじゃなくて、広報協議会が国のお金を使って繰り返し毎週のように公開討論をやるというようなことは現行の法律のどっかを一部分軽く改めたらできそうな気がするんですけど、どうですか。にわかには答えられませんが、あの改正するにしてもあのちょっとした改正でそれはできると思います。ですよね。ですからそれはあの今後私も、まあ、これからまた議論が始まると思いますので、そこであの話をするつもりはございますから、ちょっとそこは応援してもらいたいな、私もやってみたいなと思っております。せっかく奥田さん来てくださってるんで、奥田さんに実はそのことを船さん振ったんですよ。例えば、CM を規制するってあの言ってた本間さんや僕は民間放送連盟の幹部の人にとったらもう本当に苦々しい存在なんですけども、あの私はあの民間放送連盟やテレビ各局の人たちがあのそういう CM その他のことで収入があの減ればいいとか思ってません。もっともっと儲けてくださればいいと思ってます。でそうだとしたら CM を当初25本流す予定のやつを10本にしていただいて、その15本の枠は公開討論会、さっき言ったみたいに各局ともわざわざ公開討論会の番組を作ったんじゃなくて、いつもの夕方のニュースの枠の中で公開討論会15分とか20をテレビ討論という形で橋本さん対自民党の柳本さんみたいな形で繰り返しやってきたわけですよね。でそれをあのニュースの枠の中でやるんじゃなくて、局がもうそれこそ BBC が投票日の2日前に、ブレグジットの2日前にあったみたいに、局がもう2時間枠取ってあのやると。であのその時に局は制作費がないっていうんだったら、じゃあ国が出しますと、国が出すからこの金でなんぼやったらあんたこの枠で流してくれると、何倍やったら流してくれるっていうふうな形で交渉してもらって、というふうに奥田さんに可能ですかって聞いたら、どれぐらいでやってもらえますかって言ったら、まあ2、3000万から5、6000万出してもらったら準金局やったらやれる可能性があると、全くないわけじゃないと。でこれがキー局だったらまあ億単位になるかもしれないということで、テレビ局が損することはないわけですよね、やってくれたら。だから CM やるぐらいだったら公開討論会バンバンやってくれと、 BBC がやったみたいにやってくれというふうに、まあ、お願いしたんですけど、その辺奥田さんちょっと解説をしていただけたら。ちょっとあの誤解を受けてはいけないので、あの3000万円という数字は別に根拠何にもございませんので単にあの、まあ、1時間作るとしたらまあそれぐらいかかるかなと言っただけで、あのただあの私としてはあのおそらく憲法改正の国民投票でこんな世間の関心事はないので、まあ、国がお金を出すかどうかはともかく、あの各局おそらくこの特集や討論会というのはもう絶対やると思いますので、別にそこをあのテレビ局としてあの CM 規制の代わりにそれをやってほしいということはおそらくないんじゃないかと私は思っています。でただあの都構想の時も大阪市主催の説明会というのを何十回もやっています。でその時に、ただ大阪市というのは市長が、まあ、都構想を進めようとしてるんじゃないかと、だからそれが公平なのかどうかというそういう議論も含めて、夕方のニュースでは、その説明会の是非がどうなのか、それから討論会も実際何度も開きまして、当事者に来てもらって話してもらうと、まあ、日々こういう活動を常にやってきましたので、まあ、そうやっておそらくあの市民の関心も高まり、それから、まあ先ほどあの何千億の都構想をやったら何千億儲かるという、まあ、嘘がというふうに今井さんおっしゃいましたが、まあ、それ嘘かどうかっていう判断についてもね、おそらくそういう議論を見て皆さんが判断することだと思いますので、まあ、それぞれあの賛成側反対側いろんな議論がおそらくあの憲法改正についてもあると思います。そのメリットデメリット、それを嘘と捉えるのか、あるいはどちらを信じるのかということも含めまして、とりあえず情報量をもちろん取捨選択、先ほどネットのファクトチェックの問題、これはまあ非常に今的なことで当時の都構想の時にはなかった問題ですので、そういうことも大事ですけれども、やはりある程度の情報量がテレビでも流されるということが重要になるんじゃないかというふうに思っています。ちょっとじゃあちょっと当時の
CM を、これはあの毎日 NHK 毎日放送、あのとにかく毎日ありました。奥さんマイク。夕方ニュースの時に、まあ、当時の市長の橋本さん、今参議院議員になられました柳本さん。時間も出してて、まあ、あの尺も揃えているということを出しているわけなんですけれども。でこれが2回目、2020年の時です。2015年の時1回だけ。で2020年の時は、あ、ごめんなさい。2020年の時はあと2度やっております。それぞれこの時は議員の市会議員の方々、それから、市長、当時市長の松井さんが出ています。まあ、こういう議論がうちだけで、2回、これが2回目の時です。こういう夕方のワイド番組の中でも、ニュースだけではなくてワイド番組の中でも扱っております。各局、おそらく NHK さんもやったのかな、テレビ大阪さんも含めて少なくとも5局はやっていたので、おそらく何十回、それから市民の方々も個別にやったりしていましたので、おそらく何十回という回数、こういう討論会が、行われて市民の理解が深まっていったのではないかというふうに思います。それであのちょうどタイミングがいいんで、あの皆さんお手元に配ったですね、資料の投資番号の14を見ていただきたいんですが、この14を見たら、何を参考にして賛成に入れたか反対に入れたか見たら、テレビの情報ニュースっていうのがやっぱり多いんですよね、賛成した人で。上にもテレビの討論番組っていうのがあります。それから下、反対は配られたチラシや街頭のポスターっていうのが多いです。これはなぜかって言ったら、反対した政党が共産党、自民党やったからです。で共産党、自民党の場合はテレビの CM 流せなかったんで、お金があんまり、市議会の人たちなくって、でこのチラシとか街頭のポスターで対抗したということなんです。で一言だけ申し上げますと、このテレビの CM が賛成の人も 3.2%、 反対の人も 3% しかいなかったと参考にした。実はここが大きな問題で、僕ら1000人に対面調査をしたんですね。そして僕らはテレビの CM はあまり関係ありませんでしたかって言ったら、いやそれは関係ないと言った人が、俺は今回賛成に入れたと。なんでですかって聞いたら、いやな、橋本もな、いろいろあると思うけども、とにかく大阪を良くしたいと思って、もう一重に頑張ってきたわけやって言って、このフレーズは橋本さんが投票日の当日に朝から流した CM のフレーズなんです。それを言う人が何人もいたんですね。もう自然に頭の中に、とにかく大阪を良くしたいと思って一重にここまで走ってきたとか頑張ってきたというね、それがもう刷り込まれてるんですね。何回も何回も彼流したから。だから怖いのは、テレビの討論番組とかテレビの情報のニュースは本人は自覚してるんです。自分はあの情報を見て、あのニュースを見て影響を受けたなとか。でも CM の場合は本人自覚してないんですね。自覚しないうちに刷り込まれるようなことがあるんですね。それは津田さんがさっきご指摘になった、あの CM の体裁を取らない、実は CM よりももっと効果のあるやつがきっと本人の自覚なく本人の頭の中にぐーっと入っていくと思うんですね。でもなかなかこれは完全に防ぐことができないから、やっぱり繰り返し堀さんがおっしゃってるような学びの場とか討論の場を積極的に設けていくという方向に行って、何でもかんでも規制というマイナスの、その、なんか考えだけじゃなくて、プラスにどんどんだったらそれを上回るようなフェイクとか、その刷り込みをもう突破するような、そういう学びの場をたくさんも作っていくしかないかなと、そんなふうに思います。
テレビ CM の問題、ネット CM の問題、またそれぞれに CM ないしは CM もどきみたいな問題、そして逆にその前提として発議の前後にわたる、まあ、本当豊かな言論空間で勉強していこうっていうこの機会を、まあ、ルール化するかっていう問題と今まで出てきたと思うんですけど、多分もうテレビ CM のことはちょっと一旦第一なんですが、ちょっとその点について今の今井さんの話から私も思うところを言うと、まあ、やっぱりそのテレビ CM ってそのやっぱり断片化による誤導のリスクとか、あとはネットと比べてもお金の高によって情報発信の機会の格差がものすごく大きいとか、やっぱりそれなりに特徴的な欠点がずっと言われてきて、まあ、これを覆す状況にはなってないっていうことと、であとでもこれがないとダメなんだっていうなんか不可欠要素もこれまでの議論の中で今一つ見えてきてないっていうことを感じるんですね。でそう考えていくと、じゃあ今あるそのラスト14日は一切ダメよっていう規制を、まあ、変えるのかこれでいくのかっていうところに戻した時に、でこれをさっさと片付けてネットの方に行こうっていうのは大賛成なんですけれども、なんかやっぱりその断片化による誤導のリスクは、まあ、ある程度こう時間を延ばすということで多少抑えられるにしても結構限界があるなっていう、しかもまあ時間を加減決めるっていうのもなかなか難しそうだなっていう現実的には思った時に、そしてまたね、民放連の方は量的自主規制はしないっていう状況になった時に、じゃあこの14日っていう数字にまあ、やはりどれだけの意味があるんでしょうかっていう話にはやっぱり戻ってくると私は思ってます。でそこをある程度論理的に紐づけるならば、14日っていうよりは発議行こうっていうことの方が筋が通るのかなっていうふうに、まあ、私自身はテレビ CM ということで感じてるっていうのが一点と、あとさっきその公開討論会をルール化していくにあたっての広報協議会の役割という話があって、多分その広告に関する事務みたいなもので読み込めるか読み込めないとしても、そこは変えようと思えば変えられる、政治的にも可能な改正だと私も思います。ただ一点やっぱり広報協議会って衆参10人ずつの議員で構成されていて、でその議員の配分っていうのは人数比率なんですよね。とするとそこにはやっぱりものすごく多分、まあ、賛成反対と大きくくくれば、基本的には改憲側がバーって議員として委員で並んで、で反対する人がゼロになっちゃったときは必ず一人は入れなきゃいけないよっていうだけのルールなんですね今あるの。広報協議会の役割をこう広げていこうとするならば、余計この配分の問題っていうのはもう一回考えるべきだと、なんか私前から思ってたんですけど、まあ、より思ってるっていうことがちょっと一点お伝えしたかったです。じゃあどなたか本間さんどうですか。はい、うん、ごめんなさい。そうですね、ちょっとやっぱりあんまりどちらかるとはなくて、ありがとうございます。あんまりどちらかるとあれなんで、その CM だけに絞ってちょっと話をすると、まあ、CM っていうとなんか頭の中にテレビ CM っていうなんとなく思ってしまうんですけど、まあ、僕らが言ってる CM っていうのはもう広告すべてのことをまあ考えてるんですよね。でその中でやっぱりそのさっき今井さんが言ったようにテレビ CM のこの知らず知らず頭を侵食されているっていう恐怖っていうのはやっぱりあって、っていうかそれを狙って、常日頃 CM を作るんですよ。作る側は気がつかないでもそれがこの脳裏にこびりつくような作り方を、当然それを毎日切磋琢磨して一生懸命作ってるわけなので、まあだからそこをなんとかするっていうのが、まあやっぱりちょっとやっぱり僕なんかはすごくやっぱりこう心配していて、でまあ最終的にじゃあ量的規制はやっぱり民放連とかとお話をしていて、量的規制って僕は不可能だと思っていて、それはそうですよね、彼らも儲けたいわけだから、そこはまあ
無理だなと思う。で、まあ、僕の最終的最新の一番今の僕の意見としては資料今井さんに作っていただいた資料23の方に入れたんですけど、まあ、民放連の方はその大体この彼らの発言の中にですね、規制ありきの議論は言論表現の自由を毀損するって、なんかこの要するに規制は規制規制って言うなよと、あんまり規制規制っていうのは言論の自由をな縛るからなって、まあ、彼らは言うんで、だったらね、そのもともとテレビ CM っていうのはそもそも言論なのか、広告じゃないのっていう、ここで奇妙なね、このすり替えが行われていて、民放連が言っている言論表現の自由っていうけど、そもそも CM って言論表現なのかっていうね、広告表現なのは間違いないんですよ。でそれを彼らは、まあ、そのお金が欲しいから無制限に流させてくださいなって、まあ、言ってるわけで、で僕はだからそれで言うならば、言論表現が絶を犯さないということであるならば、NHK だけで CM 流しゃいいじゃんっていうね、ふうに思っていて、 NHK で要するにタダで流させてもらうと、でその制作費に関しては例えば国が払うと、で NHK で、総量的に両方イーブンになるような流し方をするというようなことをして、民放では流さないとというふうにしてしまえば、彼らが言っている言論表現の自由というのは NHK で流れてるんだから別にちゃんと担保できる。で、そこにお金の高によって CM が流れるか流れないかっていう問題はなくなるっていうようなことをちょっと、まあ、最近は考えていてですね、まあ確かに、民放で流れないのはいかがなものかっていう、まあ、そういう言い方をするかもしれないけど、いや別に CM 流れなくたっていいんじゃないのっていうね、根本的に言えば別に CM は憲法改正国民投票に CM は絶対必要だって誰が決めたんだっていうことで、いや言論の自由がっていうんだったら NHK さんでちゃんと流れてますよと、毎日流れてますよ BS でと、そういうのもありかなと思って、すみませんちょっと長くなっちゃいました。じゃあ堀さんどうぞ。僕はさっき NHK 使ったらいいじゃないかって言ったのは、まあ、いわゆるその先ほど今井さんが、まあ、国費を投入して例えばっていう話もありましたけど、もうすでに我々受信料払ってますから、その何のために払ってるかっていうと、こういうことをちゃんと議論するために電波使ってほしいんですって思いがあるんですね。だからここからさらに国税を割くようなことはする必要が本来全くないぞっていう思いがある。だから今払ってる範囲の中での公共放送の使命を果たすべきだと思います。でただ、まあ、本間さんがお話しされた中でちょっと僕は少し考え方が違うなと思ったのは、やはりこう情報の総量を増やすことはすごく重要だと思っています。とで2020の都構想の時に僕は今毎日放送の映像が流れてましたけど、読売テレビでまさに討論の時間に参加しておりました。見ました見ました。これはもうテレビマンとしては涙が出るような瞬間でしたね。これだけ自由にいろんなことを議論でして、さらにまあ視聴者の方々も巻き込んで、限られた時間ではありますけれどもけんけんごうごう、やるんだということができるっていうことを各局が示したっていう、これはすごく在京キー局もっと頑張れっていう話にもなるんですけど、僕はできるなって思ったんですね。ですから先ほど来お話ししているように、僕は規制が必要じゃないとは言っていなくて、ちゃんとやっているメディアにインセンティブが入って、でそれがじゃあ広告をできる枠を提供するのか他のメリットなのかは分からないですけど、ちゃんと言論にコミットした放送局が例えばその後の総時間に占める広告枠っていうのを割り振られるであるとかね、だからちゃんとやってるぞっていうところがもっともっと評価されるような仕組みを作ることで、言論の数も増やせるし、で僕は広告も含めてもう一言出したものは全て表現だと思っているので、それはもう
ポスターであろうと、いわゆるテレビ CM であろうと、まあ、我々が普段書いているような記事のものであると何でも表現だと思うので、まあ、そこは線引きする必要はないのかなとも思ったりもしています。やっぱり総量を増やすっていう、それがフェイクニュースに対抗する、まあ、術かなと思いますね。奥田さん、あの都構想でその京阪神の、 その、まあ、NHK も毎日も朝日放送も関テレも読みにもみんなやったんですけども、国民投票になった時にキー局が、代表のキー局が毎日放送や朝日放送や関テレが、あるいは NHK 放送がやったようなことをやる可能性は十分ありますか？そうあると思います。もうまず間違いなくやると思います。まあ、ちょっと築城で何が項目に上がってくるのか分かりませんから、その内容にもよるんでしょうけれども、これは間違いなく関心はあるので、やるのは間違いないでしょうね。でそれは毎日放送や関テレがやったようにニュースの枠の中でやるんですか、特番でやるんですか？どちらもあると思いますね。多分どちらもやるでしょう。まあ、多分ワイド、その場合民放やからスポンサーがいますよね。はい、スポンサーはちゃんとついてきますか、視聴率取れたら。まあ、特番となるとやはりその枠に対してつくかどうかという判断はあると思いますけども、通常のニュース枠であれば別にそこで降りるということはないと思われるので、普通のニュース番組でもワイド番組でもやると思います。なんかその途端に全国放送みたいな形になると、まあ、出演する側でもあり制作にの方にいた場合もあるんですけど、やっぱり巨漢すぎてものすごいいろんなものが安全運転になっていくんですよ。だからその討論、形は討論なんだけれども、ものすごく丸まったものになってしまうだろうなっていう危機感はあるんですね。だから関西で都構想に関して議論って本当に素晴らしかったなって。ガチで？いや、ガチでした。本当に出てるキャスター、アナウンサーの皆さん、しかも生放送でして、編集できない、もういろんな、まあ、リスクをもう包摂してやったなっていうことは。だから、まあ、そういうことがいわゆる全国ネットキー局のことになったときに、それこそ言論として担保されるかどうかっていうのは、これはもう制作者踏ん張りどころだぞっていうのは問われると思いますけどね。うん、まあ、そこだけはすごく気になりますね。どうか、どうぞ。さっきの菅野先生のご指摘の広報協議会の役割を拡大するという中で、やっぱりその構成員どうするのっていう話は当然あると思います。現在のところはこれはなんていうの、議席比例ということで決めて、反対する政党が一人もいない場合には必ず一人保証するという程度しか、なんていうの、こう是正する場所はないですが、中山調査会の時に、とにかくその各政党の発言はみんな同じ、10分なら10分、みんな自民党でも共産党でも10分やります、そういうやり方でずっとやってきたのに、この広報協議会のこの構成メンバーのところだけちょっと比例配分になっちゃってるんで、ちょっと違和感がもうずっと私あったんですよね。で今ご指摘いただいて、あ、確かにそういう問題がある、だからそこで広報協議会の役割をどん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 増やしていくと、今言った問題が顕在化しちゃうんじゃないか、ちょっとそれ気がついてですね、ちょっとこれ何とかしなきゃいかんなと、ちょっと気づきを持ちましたんで、ちょっと預からせていただきたいと思ってます。実は船さん、大阪の2回の都構想の住民投票は条例じゃなくて大都市法にのっとった法的拘束力のあるもんでしたから、かなり厳格に行われたんですけども、今の問題で言えば1回目も2回目もそうなんですけども、選挙管理委員会が発行する賛否両派の言い分、これはですね、反したもらってその通りに、誤字脱字があろうがその通りに載せるわけですけども、それは1回目の時は自民、公明、共産が反対で市議会で3分の2取ってました。賛成は維新だけだったから維新が1ページ、自民、公明、共産連合が2ページ取ったんですね、広報の。でところが2回目は公明党も賛成にもあったから、逆に維新、公明が2ページで、自民、共産党が1ページ、
だったんです。でじゃあ大阪市はそれは戦艦ですけども、大阪市は大阪市で市民の皆さんにパンフレットを配りました、全国配布しました。これは1回目も2回目も賛否両方イーブンでした、議席に関係なく。だから広報協議会は今でもですね、構成はともかくとして法律の縛りで賛否両方イーブンに出すって言ってますよね。問題は構成ですよね。だからそこをどうするかということですよね。都構想の時に、まあ、僕そういう討論、そのいわゆる放送局の中にいる時間と町の商店街に出て取材をしている時間と、まあ、それぞれあったんですけど、あの時に地域の組合の商店街の組合の皆さんとか、ものすごく草の根的な、まあ、活動をしているわけですよね。街頭に立って、で街頭でもう議論したりとか。で憲法改正の話になると、その主体が非常にこう大きくなるので、またその都構想の時の、まあ、いわゆるテレビを使ったこう空中戦のような世界と、やっぱり地盤に根ざした言論の場と、誰がじゃあ今度は国民投票になった時にそうした丁寧なコミュニティでの議論を作っていくのかなっていうのは、すごく大切なポイントだと思うんですよ。本来そこも含めて、そういうテレビであるメディアでありっていう時に流すことも設計した方がいいかなとは思っています。今の堀さんの話で、私チャンスがあったら一つ今日紹介したいと思っていたのが、いわゆるくじ引き民主主義の考えを憲法改正の議論に入れたらどうかなっていうことを思ってます。大きな話だけれども、きちっと自分ごと化して草の根で議論する。しかも無作為抽出で各自治体から住民を募って、募るんじゃないんですね、募らないのがポイントなので募る人や来てもらいたい人ではなくって、くじ引き無作為抽出の人々、そうですね、に集まってもらって、それこそ勉強し倒して、そしてここまでは合意らしきものができたけれども、こんな風にまだ違う意見もあるよねっていうことを、そのまま例えば表に出して次の議論の素材にしていくみたいな。まあ、多分構想日本が今自治体で78自治体168回で、私は原発とかですらまとまったペーパー見せてもらった時に、やっぱりすごく活発で、でも穏健ないいまとめができていたので、こういうこともなんか憲法改正の国民の議論の中で、まあこれは別に法律でやることではないと思いますけれども、組み込んでいくっていうのはぜひやるべきだと思ってます。はい、まあ、今おっしゃった、くじ引き民主主義的な話は私も大賛成でですね、アイスランドで憲法改正裁量があって、でそれの取材に来ましたが、あそこではですね、まず自主的なグループアリズカっていう、アントヒルっていうグループが自分たちで1500人の無作為抽出をやって、その人たちがどういう憲法改正をすべきかっていう議論を自分たちでやったと。でそれを参考にして憲法改正のプロセスを始まった時に、今度は公式に950人の無作為抽出の議論の場を設けて、でそこでまず何を改正すべきなのかっていう、その国民側の問題意識をこう抽出していくと。でその上で、その憲法制定会議というのを、その議会とは別に、その一般の方々、大学生も入ってる、看護師も入ってる、いろんなその会議体を作って、その人たちが起草するんですよね。そういうその国民の何を改正したいのか、どんな権利を保障したいのか、何を手にしたいのかというその問題意識がまずベースにないと、何かその権力者の側が自分たちで、こう自分たちの権力をもっと自由に振るわせろっていうような、そのところが出発点ではないものがないといけないなというのが冒頭申し上げたことで、なので今おっしゃったことは私も賛成です。船田さんがあと10分で退席されるので、
あの古田さん何か言い残したこと言い残したことで一緒みたいですけど、あの言い残したことはあのかなりあるんですが、はい、ここで言っちゃうとまたいろいろ問題になるんで言いませんが、あの私やっぱりあの民放連がかなり努力してここまであのルール作りをね自主的にやるといったことは尊重したいと思ってます。でその上でやはりあの情報量をですねやっぱりできるだけ多くすると、豊かにすることによって、まあ、ちょっと言葉があの大げさかもしれませんが、言論の市場原理だな、言論の市場原理で、まあ、フェイクニュースの問題やアルゴリズムによってあの情報があの歪められるという問題はかなり解決できるんじゃないか、そういうふうに思っておりますので、まあ、あの国民投票運動自体がね、かなり自由で やりたいと思ってますので、やっぱりそういう広報活動もあの、まあ、自由というのを大前提にして議論をする、これがまず大事だと思ってます。ただやっぱり先ほどちょっと言ったような広報協議会がどこまでその力を発揮できするのすべきなのか、ただその場合にその、組織をどういうふうにしていくのかというのはちょっとあの課題として残っている問題だというふうに思ってます。それからあの実はこれ国民あの憲法改正だけの国民投票なんです。まあ実はあの私以前あの竹正先生とあの当時の民主党の竹正先生と私の間でいろいろ議論した中で、やっぱりあのレファレンダム、あの一般的国民投票、いろんなそのあの要するにその国会だけで決めちゃいけないなという問題、倫理的な問題とか、まあ、宗教という問題はあまり関係ないかもしれませんが、あのそういう問題についてやはり国民に直接問いかけるという、まあ、ヨーロッパ的な、ね、レファレンダムというのもあの将来導入していいんではないか、まあ、そういうことで彼とはずっと議論してきましたが、なかなかその、まあ、彼もちょっと落選しちゃってですね、私もあのカウンターパートいなくなっちゃって国民奮闘して、桜井さんがあの、ええ、命がけで国民発議制度やるって言ってます。あ、そうですか、はい、あのじゃ あの一緒にやりましょう、はい、そういうことも考えた今回の憲法改正国民投票制度をやっぱりきちんと作るべきだと私は思っておりますので、あの皆さんの今日のご意見本当にあの大いに参考になりました。あのぜひあの活かせるものは活かしていきたいと思っています。で船さんあの、要するにあの本当に誤解のないように、まあ、本間さんもきつい言い方してますけども、あの本間さんも僕も民間放送連盟の人が敵やと思ってないんですよ。で今回も永原さんや幹部の方をぜひ来てくださいって言ったのは本当にお互い知恵を出し合って、まあ、民間放送連盟の方もあのいろんな立場があるし、あの全国の放送局の人を従わせるなんてことはなかなかできませんから、お互い知恵を出し合って少しでもあの理性的認識な投票が多くの人ができるように、あるいは公平な運動が展開できるようなルール設定のために知恵を出し合いませんかということでお招きしたんですよね。で、まあ、せっかくこうやって桜井さんや船さんお越しいただいてるんで、ぜひですね今後はあの泉健太さんとかそれから玉木さんとかそういうあの各党のトップの方とも、あるいはその各党のこの国民投票法の担当の方とですね、憲法審査会に津田さんや本間さんやその堀さんをあの参考人として招かれるんだったらそれはそれでいいんですけども、そうじゃなくて市民のフィールドでねもう一回こうやってフラットな議論ができるように船さんの方でお骨折りいただけたら本当にありがたいんですけども、なかなか難しいですか CM 議連中心にそういうことをやるっていうのは。ちょっとまた桜井議員とも相談いたしますが、あの私が動くとですねやっぱり自民党の皆さんが警戒するんですよね。あの私は自民党議員ですが、あのちょっと変わった自民党議員でございまして、まあ、あの昔で言えばちょっと安倍さんの時の安倍総理の時 の平和安全法の時 の、うん、憲法審査会における、ね、ちょっと問題がずっと尾を引いちゃってちょっとメインから外れてる部分があるんです。正直言ってあの大丈夫、自民党のメインから外れてもあの主権者の側のメインにいてたら大丈夫ですから。
そうですか。骨を拾っていただくならば、あの骨折した骨ですからね。桜井さんは船さんと一緒やったらやれるけども、ええ、自分一人やったらようやらんって言ってますから。あ、そうですか。じゃあよろしくどうぞお願いいたします。じゃあ、本当真面目な話、また僕は本当に津田さんがいろんな、津田さんと本当に、まあ、堀さんもそうなんだけども、びっくりするぐらいいろんな分野で手を伸ばして、うん、足を伸ばしていろんな活動されてるんですよね、うん、ですだけども、はい、津田さんなんかが本当に中心になって、じゃあネットの問題どう解決するのか、国民投票の中でのネット運動の問題どうしていくのかっていうのを、今度は僕じゃなくて津田さんが主催をして、いろいろネット関係者集めてですね、ちょっと議論を深めるというようなことをしていただけてありがたいと思ってます。ぜひよろしくお願いします。ネットの話は本当に国会ではまだ緒についたばかりで、本当そうですよね、ほとんど動いておりませんので、これ本当に本腰入れて議論しないとね、いや本当にいけないですよ。国民はみんな怒ってますよ。はい、公職選挙法へのすり寄せに3年半もかけてね、でしかも最後は国対政局みたいな形で決着つけて、急に立憲が賛成に回ってね、正直ふざけんなっていう感じです。もっと議論すべきことをちゃんとしろよ。はい、そうです。はい、私もそう思ってます。ごめんなさい、きつい言い方して。じゃあ船さんもうここでじゃあ退席ということで、ありがとうございました本当に。はい、桜井さんちゃんともう満を持して、じゃあ桜井さんせっかく来られたんで、何かご意見を、もう相当議論したんですけども、はい、じゃあどうも。船田さん、なんかおかしいなと思ったら骨折してたんですね。お大事になせてください、本当に。いや、どうも。なんかすいません、参議院議員の桜井満です、よろしくお願いします。今井さんから急に振られたんですけど、話を全然聞いていない中で何か喋れって言われてもなかなか困るんですけど、今井さんにまず申し上げといたのは、今までは野党だったので自由に何でもものが言えましたと。いや、そうなんです。要するに何言っても大丈夫だったんですが、与党になって何か発言するとここが違うっていう話になってしまうとですね、相当こう、なんて言ったらいいんでしょうか、それを言い訳するのに相当な時間がかかるっていうことがよく分かりましたし、それから野党のやっぱ文化って、違うことを言うとメディアに取り上げてもらえるので、本会議場から出てきて造反すると喜んでカメラの前に立つんですが、与党の人たちは造反した時には恥ずかしそうに外に出ていくっていう、例えば5億の問題の時にですね、高知、徳島、それから島根、鳥取の人たちは反対というか棄権して出てきたんですけども、そういった時にもうメディアには何にも話をせずにいなくなっている姿を見たときに、やはり船田さんも与党で僕はよく出てきてこうやって話をされているなというのが正直なことでして、やはりその中で発言するということは方向性を大きく決めるようなことがあるので、なかなか難しいところがあるんじゃないのかなと、そう思いまして、で今回野党から自民党に移ったもんですから、いろんな制約の中でこれから活動はさせていただきたいと、そう思います。で僕は前々から申し上げている通り、日の丸君が代の時に国会で決めたのがおかしかったんじゃないかと。私は日の丸も君が代も賛成ですけれど、ああいうことこそ本当は国民投票で決めたらよかったんじゃないかなと思って、でそれから出会ったで今井さんと出会って、今に至るっていう感じです。で私は憲法の41条を変えたいと。それは何かっていうと、国会が唯一の立法機関であるっていうのを変えない限りは、要するに諮問型の国民投票しかできなくて決定権がないので、私は憲法を変えるとしたら一番変えたいのは41条だと、常々申し上げていると、そういう立場にあります。ですから、今回も選挙で、改憲ですか改憲じゃないんですかと聞かれたときに、私は改憲派ですと。皆さん改憲派っていうとすぐに9条だって話なんですが、多分僕は相当変わっていて41条を変えたいっていうとみんなポカンとするんですが、それは国民投票をきちんとした諮問型ではなくて決定権のあるものにしたいと、そう思ってるからです。でメディアに関してはやはりそのメディアに任せなきゃいけないところもあると思ってるんですけども、
ただまあ僕は今回新聞に相当ひどいことを書かれましたが、それでも関係なしに票が出てきたので、それほど影響力があるのかどうかっていうのは僕はちょっと疑問なところがまあだんだん出てまいりまして、怒られそうですが正直に申し上げると、でもそれよりもやっぱ衝撃的だったのは、参政党というところが、政党が1議席確保したということは僕にとってはかなり衝撃的でした。で、選挙のやり方は、まあ、令和新選組もやってたのらしいんですけども、選挙カーの上に乗っかって、市民の人たちから質問をもらってそこで答えるということを繰り返してましたが、結構な人だかりでした。で、その人だかりは何かっていうと、ネットで広報して、でそれで人が集まってきていて、1時間半から2時間ぐらいを定点でずっとやり続けてるんですよ。で、これで比例でもしかしたら2議席取れるかもしれないぐらいになったっていうのは、ネットでここまでやはりその票を伸ばしていけるというか、声を代弁できていくんだっていう凄さを感じましたし、それから3年前の選挙で山田太郎さんという方は、選挙活動はネットでしかやってないんですが、あの時個人票で確か50万票ぐらい取られて、自民党の中のそのいろんな組織がある中で背負ってる人たちの中で一番取ってきてるっていうことは、もう間違いなくネットの中でどうするかっていう議論をやっていかないと、なかなかうまくいかないんじゃないのかなっていう感じはしています。だからテレビをしなくていいって言ってるわけではなくて、それも同時にやらなきゃいけないんじゃないかっていうことです。それでやはりちゃんと議論をしていった方がいいと思うんですよ。賛成する反対する意見が違うとかどうだとかいうことで先送りすることではなくて、まず国会できちんと議論するべきものはちゃんと議論すべきことだと思います。それから市民の皆さんが呼びかけたものに対して極力来れるようにみんなが努力するべきなんじゃないかなと、そこのところはそう思います。私は呼ばれたものに関しては極力行くようにはしてますけれど、そこのところで、ただし問題はその民間の団体が10個も20個もできてしまったときに、あちらこちらから来いって言われたときに、その物理的に同じ人が行けるわけではないということがあって、ですからこの会はずっとこうやってやり続けてきていて、私は素晴らしい会だとは思います。それは中にいる人間からすれば僕はそういうことはよくわかるけど、外から見てる人たちがどういうふうに見てるかっていうところがすごく大事なことなんじゃないかなと。つまり客観性を持ってこの会合が開かれていて、そしてここの会合でいろんな意見が出てきて、でこれが決定されていくとどういう影響力があるのかとか、そこら辺のところをきちんと詰めていかないと、この先ここで話をただしてるだけになっちゃうんじゃないかなっていう、そういう感じがしてるんです。ですからここの会合の位置づけをもう少しこうきちんとしてバージョンアップしていくって言ったらいいのか分かんないんですけど、それをやっていくっていうことがすごく大事なことじゃないかなっていう気は私はします。すいません、感想ですけども、だけどそれをこれだけのメンバーが集まって、これだけちゃんとした議論をしていて、毎回これだけ定期的にやられていて、すごいと思うんですよ。そこのところをじゃあどうやって分かってもらっていくのか、どういう形でそのいろんなものにアプローチできるのか、これは別にこの憲法に関して憲法のことについて勉強しているものだけではなくて、例えば経済なら経済のことで勉強を会をやっている方々いっぱいいらっしゃると思うんですけど、それがじゃあ本当にここが一番大事な会でここに皆さん来なさいって言ってもなかなか来るわけではないと。ですからそこの何て言ったらいいか、お墨付きではありませんけれど、そういうようなここにやっぱ来て発言する、逆に言うとここに来て発言するっていうことが自分たちのステータスになっていくんだみたいな、そういう感じの会にどう育てていくのかということがもう一つの先ほどの、ね、話であったとすると課題なんじゃないかなって。すいません、遅れてきてこんなこと勝手に言って申し訳ないですが、そしたら最初のお約束通り、この 1,2,3 以外でこの問題についてもちょっと意見交換したいっていう何かテーマがあれば。最後じゃあ1位の話でちょっと最後に今の桜井さんの話なんかも受けてプラグマティックな提案でもあるんですけど、多分、ここまではね、いろいろな話伺っている中で民放映の、多分この CM の総量規制とかあるいは時間規制というのも、求められてはいるけれども現実的にはなかなか難しいんじゃないかっていう話が出て、僕もそう思います。で、やっぱり表現の自由との兼ね合いもあるわけですから。でだけれども他方で、これテレビ局には放送法4条っていうね、そういうやっぱり重要な課制もあるわけで、でそれが CM を通すことによってそれが結果的にガン無視するっていうわけにも、そこにもいかないっていう多分ところも多分、民
五連さんもね多分考えなきゃいけないところではあると思うんですね。となるとやっぱりさっき堀潤さんがおっしゃってたように、まあ、そして桜井さんも今おっしゃってたみたいに、まあ、とにかくやっぱりこの問題で、まあ、正面から議論する場所をやっぱ増やしていくっていうことしかないと思うんですよね。だから国民投票に関する公正な議論を喚起するために例えば発議の期間の前後に、賛否の両論の論者を招いて特番をでしかも、まあ、例えば4つぐらいあるわけですよね。緊急事態条項だとかあるいはまあ9条に自衛隊明記だとか、まあ、いくつかあの多分これから具体的に、憲法審査会とかでどこをどう変えるのかっていうのがおそらく3つ4つ出てくるんだったらそれぞれの論点でやっぱり多分違うのでそれぞれの論点 で4つあるんだったら少なくとも4番組の特番みたいなものを全部各社特番を作ってでそこにはきちんと賛成反対両論の識者を招いて特番を作るみたいなものをこれ言論の自由を守る砦としてのテレビ局の役割として民放連さんが主導して各放送局にまあ強制力はないかもしれないけれどもこれを作ってくださいよっていうふうに呼びかけるみたいなこういうのはできないんですかね。 CM というよりも CM がなかなかうまく規制できないんだったらじゃあせめてもう番組の方でこれをやるんだっていうねちょっとあの民放連の代弁は私ちょっと非常に難しいんですけれども、まあおそらく民放連が主導ということでなくても、もちろん先ほどおっしゃったその4つのテーマもしかしたらあの関心の高いものにだけになるのかもしれませんけれども、そういう番組っていうのは必ずまあやると思うので、そこはやっぱりメディアのまあ自浄作用といいますか、まあ心配いただかなくても大丈夫なのかなというふうに私は信じてます。ただね、あの毎日放送さん の, あのお正月 の, あの特番の話とかあったじゃないですかというのがあった時にメディアに任せていたら大丈夫かなっていうので不安を思う視聴者もいると思うので、やる際にはこういうところを留意してくださいねっていうことを民放連さんがイニシアチブを取っていただくことが結構重要だと思うんですよね。あの参考にさせていただきますいやもう津田さん民放連に関することを振ってはもう絶対ダメですもうちゃんと民放連これチェックしてますから今で、民放連経由でいろんな人を経由して奥田さんのところにまた行ったりするから、もう絶対一切あの今のはもう個人の考えですから、民放連に対して何かあの勇気はないですね。なんかあの特番対応も必要だと思いますし、やっぱりまとまって見る機会っていうのは年間を通じて やり続けることっていうのはすごく重要だと思うんですよね。で今あの、まあ、幸いにして ESG 投資みたいな観点で指標ができて、例えば環境や人権そういったものにこの企業はどれぐらいコミットしているのかっていうのの指標がしっかりあって、それによって、まあ、その投資対象になるのかならないのかというような、僕はあのそういう部分で言うとメディアを評価する時の指標みたいなものをあの我々の業界の方でちゃんと作ってですね、あ年間を通じて確かに憲法に関してのキーワード当てした企画っていうのを、まあ、これぐらいやって、かつその中の多様な論点がこれぐらい示されていてみたいなことがあって、でそれがこう社会に共有されていてみたいなことがこうできるとすごくいいんじゃないかなと。結構あの何となくイメージで、まあ、マスコミ良くないみたいに批判されたりとか、いや逆によくやってるとかあるんですけど、だからそういう指標化みたいなのがあるといいなっていうのが1点と、僕からのもう一つのこう提案はですね、アメリカではやっぱりテレビ映像ってフェアユースが効くんですよね。 CNN で撮影された指揮者のインタビューとかを ABC が放送していたりとか、もちろんクレジットはつけますよね。フェアユースっていうのは日本にさらにこう根付くといいなという思いがあります。でそれがひいてはですね、ネット上に流布されていく多数の切り抜き動画の対抗にもなるのかなと。要はフェアユースにすることによってテレビ局のそうしたまあ討論番組なり我々が取材した特集リポートみたいなものを切り抜きにして出しても構わないよっていうような、まあフィルターを通したある程度丁寧に取材したものなんだよっていう良質コンテンツを切り抜きでどんどん出してもいいっていうような機関をですね、例えば作るとか、だから権利解放機関みたいなのをやりませんかっていうのは一つ提案ですね。はいどうぞ。
こういうテーマって本当は NHK がやるべきものではないですかっていう話を前段したんです、ね、僕は何回もして僕はだから今そのごめんなさい来てない中でその津田さんから先ほどその民放でっていう話がありましたが、そのやっぱり NHK がやれば他もやるんじゃないかと思うんですけど、それは甘いんでしょうか。要するに今、まあ、僕らからすると政見放送があって、その政見放送は知らないうちに NHK は必ずやることに決まってるわけじゃないですか。で NHK の他に民放があと一つやるっていう、今までのルールは6年前までのルールはそれで、そこの民放の各局どっかに行ってやって、全部の民放がやってるわけじゃないわけですよ。で NHK は必ずやるんですね。だからやはりその NHK にそういう役割はちゃんと担ってちょうだいねっていうことを、それは堀さんがもう何回も先から言ってました、うん、もちろんそれはそうですという話はもう大前提なんですけれども、やっぱり総量を上げていきたいということと、やっぱり多様な言論があることはすごくいいなと。NHK 出身として、あとあれですよね、つまり大規模災害が起きたときには NHK だけじゃなくてやっぱり各社もやりましたよね。そしてまた今回の安倍さんの銃撃事件なんかの時も各社やっていたということで、なんだっけ、つまりだからそれってこのことが本当に大事なことなんだよっていうのを分からせる効果があるじゃないですか。 NHK だけがやってるんじゃなくて民放各社も、ああこれはもしかしたらお金にならない数字が取れないテーマかもしれないけれども全部やっているとなること自体がものすごく多分国民に与える啓発効果ってあると思うんですよね。考えなきゃっていう、そういうことも期待してのなんか提案でもありますね、はい、そういう意味で言うと NHK の素材をフェアユースにまずしてほしいですよね。そうね、うん、もうそれはもう、はい、本当にもう著作権フリーにしてほしいよね、うん、あと小倉さんに伺いたいんですけども、まあ言っても僕は通常のニュースの枠の中であえて討論番組を橋本さん対柳本さん、あるいは2回目は松井一郎さん対共産党の市会議員と自民党の市会議員タッグ組んでですね、ちょっと中央では考えられないけど大阪では常に自民党と共産党がタッグを組むという形になってますけども、それがねもし視聴率が通常のニュースの放送よりもガクッと落ちたらさすがにスポンサーも文句言ってくると思うんだけども、なんとなく僕の感覚で言ったらあの公開討論会をやった時の方が5分刻みの視聴率上がってるような気するんですけど、それ上がらなかったですか。非常に上がったという記憶もないんですけども、それなりに見られたと思います。で、まあ、先ほどその NHK の話ございましたけれども、やはり政見放送をなぜ見ないかってやっぱりこれ面白くなくて、公平にただ並べているのでどうしてもそうなってしまうんですけど、これやっぱり賛否を問うという一つのテーマについて議論ができれば、各党やっぱり旧党、今回でもね参院選でやっぱり旧党を集めての討論会というのはもう形だけにどうしてもなってしまうのに対して、やっぱり1対1での話となるとこれやっぱり関心あるので、別に NHK でなくてもおそらく見てくれると思いますし、視聴率取れなかったらお金がとかいう問題ではなくてですね、これやっぱり関心絶対高いんで、まあ見てもらえるとも思いますし、だからそこはやっぱり通常のニュースであれば別にスポンサーがこれ視聴率取れないからやめてくれっていうことはもう絶対ないので、まあ、そういう心配は全く持ってません。力強いお言葉はありません。あと2年は報道局長やってるそうですからいやすごく、ね、大事なポイントだと思います。やっぱり NHK のこう、まあ、欠点ですけど、さっきの、まあ、丸まった表現っていうふうに言いましたけれども、やっぱりいろんなところに気を使いながらやる討論の場ってやっぱりガチンコですかそれってなりますよね、まあ、僕らがいた時にもやっぱりすごく精緻な台本を作って読み合わせまでして確認もして、これでよろしいですね、じゃあスタジオ行きましょうかっていう、だからそういう中でとはやっぱり違う言論っていうのが他の多様なテレビの中にはあるわけで、そこはやっぱりしっかりと担保していく。でも NHK がやるべきものはもっともっと
拡充するべきなの。だからあんなに波たくさん持ってるんだったら一派はこの国民投票の時間に全部24時間割いてくださいと、でそこの映像こそフェアユースで開放して、素材として各局、まあ、ネットを含めて使ってください、市民も含めてと、なんかそんなことがあってもいいのかな。 それと、まあ、あとは、まあ、ね、まあ、堀潤さんも8ビット持ってらっしゃるしね、津田さんももちろん持ってらっしゃる。だからそういうネットの方でも自分たちがあの NHK や民放よりもさらに面白い勉強になる公開討論会をどんどん番組で編成していただくというね、それはもうどんどんやっていただけたらと思いますけども、まあ楽しみにしてます。津田さんのとこ選挙では何回もやってますよね、それね、うん、ね、必ずやってらっしゃるから。あと何か1,2,3 の他に何かこのことについてちょっと議論したいというのはありますか。なければあの今日記者の方来られてるんで質問を受けますけども、どうですか、ないですか。なければない、本さんない、大丈夫。じゃあ何か今日記者の方来られてるんで、こう言ってもなかなかあの記者の方質問してくれないんだけども、何か、はい、じゃあどうぞ。あ、これどうぞ、どうぞ使ってください。すいません、ありがとうございます。本日どうもありがとうございます。あの北海道新聞東京支社で、今憲法審今年から担当しております鈴木と申します。あ、はい、衆参ともに、担当普段自民党の担当ですけれど、自民党以外に一応憲法審を、普段毎回見てる、ものになります。あの今年から担当ですのでちょっと勉強不足の点もあるかと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。あの、このあとまずあの CM の規制についてですけれど、あの今回あの今井さん の, あの各党への質問状にも入っておりますけれど、その CM をですね、こう規制をしようとするとどうしてもその言論の自由、それから表現の自由というふうな反論が、起きまして、まあ、私ど もあの非常に大事な権利だと思いますのでなかなか反論しにくいんですけれど、国民投票機関全体で CM を規制した場合にこれは表現の自由にの、規制に当たるものなんでしょうか。あの有料の、手段としての表現というものを一部規制するということが、その表現の自由全体に与える影響というのをどのようにお考えなのか、もしご意見あれば伺いたいなと思ったのが1点。それともう1点だけ、あの先ほど堀さんなどがやはりその情報量を増やすことがあのこうネットのフェイクニュースですとか、それからアルゴリズムにも対抗することにもなるというふうにおっしゃっていましたけど、一方で何でしょう、この短い CM に15秒の CM によってどれだけそのフェイクニュースなどをこう、に対抗できる効果があるのか、そこについてもし何かお考えがあれば教えていただければと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。あのその言論表現の自由のことについては皆さんあのいろいろあのご意見があると思うんで、あのご意見を述べたいという方は自由にマイク取って述べてもらったんですけど、僕の方から先に一言だけ言っておきますと、この皆さん傍聴席におられる皆さん方にお配りした投資番号20番に世界の国民投票のテレビ CM に対するですね、あのルール簡単にこう書いてあります。で例えばスイスとかフランスはもう全面禁止、イタリアもほぼ全面禁止です。でスイスとかフランスっていわゆる民主主義についてすごくうるさい国なんですね。もうスイスはもう本当にもう民主主義至上主義みたいな国やし、フランスはですねこれまたですね言論表現の自由、例のあのテロの時にもありましたけども言論表現の自由ものすごくうるさいです。そのうるさい2つの国が全面禁止をしているということをまず考えてほしいんですよね。そこで全面禁止をして言論表現の自由を犯せるやないかというふうな放送局側からのクレームはないんです。で僕が2004年5年にスイス、フランスに取材に行って、その新聞社の編集局長とかテレビの放送局長編成局長に会った時に、これ言論表現の自由を犯せるじゃないかという声が上がってこないですかって、全然違うと、あのこんなもん CM っていうのは言論表現の自由じゃなくてただの刷り込みやと、で消費活動であの商業活動で刷り込みをやるのはいいけども、この国民投票で大事なことを決める時にそんなことは許さないし、スイスは選挙でも許さないと。
だからこれは言論表現の自由だと私たちは考えていないと。でもっと言論表現の自由を本当に大事にして発揮したいんだったら他でやることいっぱいあるやろうというようなことを言って、放送局のスタッフの側が何ら自分たちはこれが言論表現の自由を侵されているとは思わないという認識を示していました。ただしそういう認識を持たない国もあるというのも事実です。これは言論表現の自由を侵しているというふうに言う国もあります。ということで何かどなたか菅野さんいきますか。だからそうですね、大事な問いだと思います、そもそも論として。ただ、確かにこの、論点で一方でやっぱり政治的な表現の自由なので守られるべきだよねっていう方向に引っ張られつつも、一方でこれって他にも表現の方法いっぱいあるし、少なくともこの期間お金を払う CM としての表現を規制しようねっていう、そういう手段についての規制だよねっていうことで言うと、ある程度規制も OK っていう方向に流れていくわけですよね。でそういうそのバランスの中で、例えば今回その CM 規制をする前段階として、いや民放連にぜひ自主規制をと、やっぱり自主的なルールでできるだけやってほしいっていう前段階があって、でそれが望めなかったっていうことをもってすると、じゃあ法的規制をする以外に他に選ぶ手段がなかったよねっていう、ロジックは成り立ちうる十分にって思うと、もちろん表現の自由の規制ではあるんだけれども、憲法に違反をする、いわゆる違憲制約かっていうと必ずしもそうはならないんじゃないかなっていうのが多分私の意見でもあり、それなりに、そうじゃないっていう人もいると思うけど、それなりに多くの人も賛成しうる感覚なのかなっていうことは思います。なんか僕は表現の、自由の話をするときにはやっぱり民主主義の当事者としての責任を果たすべきっていう思いもあるんですよね。規制だけしてあとは囲われた中でどうぞっていうのはやっぱり言論人としては責任を放棄してるなっていう思いがあるんです。ですから正々堂々とそれを上回る言論で、向き合っていこうという、だから規制をするのであればそれを上回るだけの表現を一方で担保する必要があるんじゃないかという思いから、総量を増やすべきだという話なんですね。で切り抜かれた CM にそれで対抗できますか。でそれはまさにその前段のストロークの部分をいかに多く持っておくのか、この目の前の30秒の CM は本当にホールケーキのうちのほんと一舐めしたワンピースに過ぎないんだなっていうことを感じてもらえることが本当にオーガニックな情報発信だなというふうに思うので、その努力その責任を果たすという矜持は失ってはいけないと。言論の自由といえばもう津田さんですよね。はい、ちょっとだいぶ炎上したこともありますけど、なんだろうな、今の堀さんの問題意識僕もすごく半分同意して、ただ半分ちょっと意見が異なるかなと思うのが、多分総量が増える、総量増やしていく、これ健全な民主主義社会で考えてもらうっていう意味では多分すごくオーソドックスで絶対やるべきことではある一方で、じゃあネット自体に何が起きるのかっていうと、これそれこそトランプ大統領が誕生した時なんかもそうなんですけど、総量が増えるとやっぱり人が処理できる量って当然限りがあるので、可処分時間限りがあるので、そうすると結局もう増えすぎるとよく分かんなくなって思考停止になっちゃうんですよね。で思考停止に陥りがち、これってだから2011年のね福島の原発事故が起きた後の訂正量被曝、あれ専門家でも完全にこれ健康被害あるんだ、いやいや気にしなくていいよっていうのが分かれていて、真面目に追いかけている人ほど本当に何か一つのものを自分が望む結論を信じてしまうっていうような、そういう傾向がやっぱり出てきてしまうという、そういうなんか研究結果とかもあるぐらいですから、となった時にやっぱり総量を増やすというのは大事なんだけれども、総量が増えると
うまくまとめていく、ダイジェストを作っていくもののニーズっていうのが高まって、それが YouTube なりインスタなり TikTok なり Twitter なりで、そういうところでやっぱりすごく流通していくと。でそのまとめが構成だったらいいんだけれども、そんなことないですよね、ネットの場合って。結局そのまとめが変更していたらっていう、この問題、これまあ柳井さんなんかもねずっと多分やられている話で、だからそこのことを多分考えなければいけないっていうことですよね。となった時に、まあ、一つだから僕ヒントになり得るのは、例えばあのネット選挙が解禁されましたよね。でネット選挙解禁された2013年以降解禁された中で、これ今あのつまりあのなんだろうな、賛成派にしても反対派にしても、まあそもそも事実そのものを歪めていた、あるいはデマに近いようなものとかのまとめがあった時に、それはやっぱりあの発議機関とかそういう機関にどうあの申し立てをして落とせるかっていうこと。通常だとあの総務省の発信者情報開示プロセスっていうのは結構時間かかりますけど、選挙期間に関してはそこがあの変わりましたよね。ネット選挙解禁されたときに、まあ相手候補に対する誹謗中傷とか、まあ要するにデマみたいな情報っていうのは、申し立てをすることでかなりあの選挙期間に関してはそれが落ちやすくなるっていうような、まあそういう特例っていうのを設けたので、まああのスキームみたいなものをこの国民投票に応用していって、でまあ、一定の基準を設けて、これは事実をかなり歪めてるよっていうようなことが、まあ外形的にも明らかなようなもの、まあ、大抵はそのグレーだと思うんですけど、そうではないもう本当の陰謀論みたいなのが出た時に、少なくともすぐプロバイダーに行ってそれが落ちるような体制構築をするみたいなっていうのは結構大事じゃないかなとは思いますね。あの僕はまあ今回の選挙で相当誹謗中傷されたんで無能から死ねからいろんなこと言われましてね、まあそれはそれでいいんですけどね、まあ、よくないんですが、でもあの僕今の話の中で言うと、その発言内容について問われているだけの話であって、言論の自由というのが今回 CM で規制しましょうっていうのは、賛成派と反対派の量を同じにしましょうって言ってるだけの話なので、量を規定することが僕は言論の自由には当たらないと思う、反しないと思うんです。つまり両方同じ量にしましょうと言ってるだけですから、話のこの内容についてこれはダメでしょって、こういうことは絶対言わないでくださいねとか言ったものがですね、やはり本当だったら発言してもいい内容なのに、そこに制限をかけたらその言論の自由に反することになると思うんです。ですから、まあ、こういうふうに言えばいいのかもしれないけど、質に対しては言論の自由っていうのが問われることになるけれど、発言の量に関して時間を制限かけるっていうことについては言論の自由 の中には、それは関係ないっていうことになるんじゃないのかなって、今ずっとお話をお伺いしながら、まあ、私なりの感想を申し上げればですね。それと今井さんちょっともうあの俺ちょっとまたもう出なきゃないんだけど、あ、いいですか、はい、他にどなたかご質問あればどうぞ自由に、ないですか。佐藤さんお疲れさん、また改めてまたお願いします。はい、分かる、いろいろ仙台からありがとう。どなたかありませんか。せっかくですから今日はどうもあの、真剣な議論を聞かせていただきました。あの、名古屋の CBC テレビの横地と申します。あのお話を伺ってまして、やはりあのネット空間におけるその扱いをどうするのかっていうのが一つの論点になっているのかなということを感じました。であの一つ思ったのはですね、あの今前コロンビア大学の学長さんでしたかね、リー・ボリンジャーっていうあの学者の方がですね、あの部分規制論という考え方を示されています。これはあのおそらく例えば放送と新聞という枠組みの中での議論だったと思いますが、あの、まあ、一応あの今はですね、そのフェアネスドクトリンというのはあのアメリカでは、なくなっていますが、まあ、一定の枠組みのある、中での、報道、それから、
まあ、いわゆる言論の自由のお話もありましたが、自由な報道空間と、まあ、この両者があることによって、適正な、報道や言論が成り立つという考え方だったと思いますが、まあ、今回の事例でですね、その、まあ、放送の今、CM 規制の議論されてましたが、それとそのネット空間、この両者の関係についてはどういうふうにお考えでしょうか。難しいですよね。国会図書館の調査部がこの問題についてさまざまな論文とか調査を出してるからネットで検索していただいたらいいと思うんですが、この10年以内にですね、どの国もネット選挙におけるあるいは国民投票におけるネットの規制制約についてものすごい悩んでます。もうそれ日本だけじゃないですよ。でしかもそれ全部僕見ましたけども、どこともですね、完璧やと思うような策を打ち出してるところはどこもないです。みんな困り果ててます。どうやったらこのネットを制することができるのか、要するに制することはできないんですよね。もうだから本当それはもう難しくって、その一つのアイデアが堀さんが言われるみたいに、それを上回るような学びの場を提供するしかないというようなね、本当これ難しいです。でだからこそなんですけど、だからこそ憲法審査会や各党は早くこの議論を始めて深めてほしいんですよね。本当に議論すべきことをすべきであって、あんな公職選挙法の数量制に3年もかけないでということなんです。これがこの今日のことがきっかけになって憲法審査会刺激を及ぼして議論きちっと始めてくれたらいいと思ってるんですけども、これは本当にみんなが知恵を出し合わないとなかなか70点80点の策は出せないと思います。一応その辺で言うとね、僕も2018年かな本出して、ヨーロッパですよね、やっぱりちょうどヨーロッパで一番そこら辺の議論というのは進んでいて、やっぱりトランプ現象とかが、まあ、ブリグジットっていうのがあって、でヨーロッパの中で39人ぐらい、もう本当にプラットフォーム事業者から研究者や市民団体やジャーナリストとか39人の専門家を集めて、まあ、こういった情報の問題に対して、対策をしようっていうんで一応報告書を出してるんですよね。それだと一応5つのアプローチがあると。で情報源とか情報流通のまず透明性向上しましょう。で受け手側のユーザーの意味でやり情報リテラシーの向上っていうのも重要ですよねと。であとやっぱり今もうネット時代になってきているので、これ左派とかリベラルのジャーナリストっていうのが、まあ、堀さんみたいな方が全然珍しくて、要するに情報リテラシーがないわけですよ。もう全然ネットに弱いっていう人が多いっていう問題で、だからそうするとジャーナリストがちゃんと情報技術を活用するためのその支援もやった方がいいよねとか、あとはまあ報道の多様性と持続可能性の保護、これだからまあ逆に言うとちゃんとやっぱり報道っていうのが、まあ、公共 NHK 以外はねビジネスとしてやって、商業性と公共性の矛盾の中でやんなきゃいけないから、そこに対してちゃんと持続可能性っていうのは保護しなきゃいけないんじゃないかっていうことで、あと競技情報の影響に関するやっぱりちゃんと継続的な研究みたいのが必要っていうことで、まあ、だから結局まあ、これだっていう解決策ないんですよね。もう対症療法をとにかく組み合わせてやっていって、ただほとんど今までやってないことが多いので、だからもうファクトチェックの柳井さんがやってるのはファクトチェックのような取り組みも重要だし、あるいはちゃんとプラットフォーム事業者にもっとちゃんと規制してくださいよっていうふうに呼びかけていくことも重要だし、あるいはまあ広告ですよね。広告目当てでそういう戦場的な情報を流すことで要するに
もう一つのだから今日語られてない論点ってそこですよね。ネット CM って、まあ、賛成派や反対派が CM をお金を出して話すっていうのがあるんだけれども、それとは違ってネット広告ってもうただ単に一般市民の人とかが戦場的に情報を歪めて流すことでアクセスが集まって、それで広告料が入るっていう、こっちのもう一つの広告の問題もあるの でこれ本当に広告業界の倫理とかもうそっちの問題にも言わなきゃダメなんですよね。だからその話も実はしなきゃいけない。だからあとはまあ問題が情報があった時にある種まあ発信者情報開示請求がまあようやく去年改正されて変わりましたけれども、まあ今後そこのところのプロセスの見直しみたいなものとか、まあどれも根本的な解決策にはならないけれども、しかしやらないよりかはマシなので少しずつやっていって組み合わせて、まあ来たる発議の時までに状況を整えていくしかないっていう、そんなことだと思いますね。すみません、もう時間がないので、あともう一人どなたか何か質問があればないですか。今日朝日の記者の方来ていらしたんじゃないかな、朝日の政治部の記者帰られましたか。じゃあ、残り10分なんでお約束通り最初はこういう時計回りでしたから、今度逆にこういう時計回りでまとめのお話をちょっと、じゃあ奥田さんの方から、さっきは今日はいろいろ貴重なご意見ありがとうございました。やはりテレビ CM について結構議論にはなってたと思うんですけど、やっぱりネットが最初に津田さんおっしゃってたようにもうテレビ CM を上回っている広告料の中でテレビの CM を規制することの意味っていうのがちょっと私としてはあまり、まあそんな実効性の面でもあまり意味のないのかなというのと、まあ、だからやらなくていいかどうかちょっと別として、ただ実際大阪都構想の時も維新側が賛成派側が倍ほど CM 流してたんですけども、やはり15秒っていうのはもちろんそこで戦場的な意味っていうのもあるのかもしれませんけれども、まあ、それほど実効性っていうのはまあ、ここで言うと逆に CM の効果がないということで矛盾していることなのかもしれませんけれども、まあ、それ以上に確かに番組で取り上げればその CM の相対的な効果っていうのも下がることになりますし、それだけ議論が活発になって、もうやはり憲法改正の国民投票ならばもう投票率80、90いってもらいたいと思うので、まあ、それぐらい盛り上げるためであればそんな規制をすることよりもやはり議論を盛り上げるということに、まあ、終始していきたいのかなというふうに思っております。奥田さん倍じゃなくて確かあれ本間さん4倍とか5倍やったよね。6対2でしたね。6対2維新が6に対して自民と共産が1、それが1回目でした。6対1、6対2、6対2です。だから共産と自民が1、1、共産、自民と民主が1、1、うん、維新が6に対して CM ね、はい、ということは3対1か。そうです、3対1、うん、なるほどね。でほとんどそれ政党交付金からお金払ってるということです。そう、いや、必ず交付金がどうかちょっとわからないですね。うん、わかりました、ありがとうございます。じゃあ柳井さん。今日はどうもありがとうございました。まあ、皆さんの意見非常に勉強になりました。新しく知ることもたくさんあったんですけれども、まあ、私からも一つだけですかね。やっぱり今日聞いてて、まあ、僕は堀さんのそのなんていうんですかね、まあ、いろいろと問題あるけどそれを上回る、まあ、総量で豊かな言論をしていくのが大事だということを基本的に賛成なんですけども、一方的な発信よりも私はやっぱりこういう議論っていうのが大事だと思うんですね。だからその、こう一方的に、まあ、ツイッターとか、まあ、そのやっぱりネット空間にどうしても一方的に発信してるだけ、もう誰も司会もいない中で本当にもう無秩序にこう発信してると。でやっぱりそれがもうこれはいかにともしがたい、もうパンドラの箱を開けちゃったのでネットっていうのはもうこれはどこも悩ましいわけですけども、まあ、その中でやっぱり増やしていくべきやっぱりこういうその、まあ、憲法、特に憲法のような異なる本当に意見の違いが激しい分野ですから、やっぱりそれはちゃんと対応する議論をするっていうのが、まあ、その機会をそれはもう増やせば増やすほどいいんじゃないかなというふうには思います。そこの部分は
何か増やせばですね、多分同じことばっかり言うようになってくると思うんですね、結局。で、その中で、結局、事実関係とかも、やっぱりここは違うよねっていうところが、だんだん合意が、まあ、近づいてくるというか、もちろん違いは残ると思うんですけれども、まあ、ファクトチェックも実はその、ファクトチェッカーによって、何が事実かということが議論になることすらあります。やっぱり事実の問題ですら議論になりますので、やっぱりそういうものもやっぱ公開討論会というところを通じて、どこが事実でどこが意見の問題なのかということを、これはもう本当に時間をかけて繰り返しやらないと、1回2回では終わらない話だと思うので、まあ、そういう場を特にこれはやっぱりテレビ局とかの役割は大きいんじゃない、まあ、ネットのね、ネット番組もそうですけども、役割は大きいんじゃないかなというふうに、僕はまあ改めて思いました。以上です。ありがとうございます。そうですね、今日はやっぱり、まあ、前々からネットの規制ってどうすりゃいいんだろうねっていうのは、まあ、やっぱりずっと我々の間でもあったんですけど、やっぱり今日堀さんとか津田さんの話を聞いてると、いやこれマジで大変だよなっていうね、っていうかもう一体どっからやったらいいのかよくわからんなっていうぐらい、アルゴリズムの検証とかまでね、やっぱり考えないといけないっていうのは、ちょっとやっぱり我々の個人の能力をはるかに超えていっているっていう、まあ、ちょっとそういう怖さを感じたのと、あとやっぱりね、総量を発信する総量を多くしていくっていう、俺 堀さんってやっぱりすごく優しい人なんだなと思ってね感動したんだけど、僕はねやっぱりあまりにもね、それすごい理想としてはよくわかるんですけど、じゃあ例えばまあ、今回の参議院選挙でもよく言われて、っていうか選挙のたびに言われるけど、じゃあ民放とかが選挙前にちゃんと、各政党とかを呼んで議論とか民放とかしてるかって言ったら、まあほとんどしてないですよね。例えば夕方の番組とかでもう僕結構見てたけど、じゃあ参議院選挙の要するに特番はめちゃくちゃみんな力入れてやりますよ、選挙が終わった後に。だけどそれ以前のね、ちゃんとしたそういう報道ってやってるだろうかっていうとね、やっぱりかなり疑問がある。でやっぱり僕らなんかのところ、僕らっていうのはですね、僕もネットの番組やってるので、やっぱりそういう発信がないよねっていう一般の人たちからのそういう疑問っていうのはすごく来るんですよ。でだから要するに、じゃあそれが普通の選挙でもできないのに国民投票になった時にちゃんとできるのかって、誰が担保できるんですか。もしかしたら、いやもちろんローカルだったらできるかもしれないけど、さっき堀さん言ったけど、ほらキー局になるとかなり大変だよね。やっぱりキー局でものを喋るってものすごくやっぱり重圧がある話なのでね、だからそういうところもあって、で実は僕はあまり信用してないんですよ。でだから規制が必要だっていうのが僕の意見なので、まあでもやっぱりちょっとそうは言っても、でもやっぱり規制ばっかりではいけないんだっていう、もちろんご意見もよくわかるので、まあ、ちょっと今日はやっぱりそういうのでも非常に勉強になりました。はい、貴重な機会いただきありがとうございました。ネットって、まあ、なんていうんですかね、情報の海の中で、自分の都合のいい、自分が聞きたいこと見たいものしかこう見なくなって分断が深まっていくみたいな、その傾向がまあどうしてもあると、それに対する対抗策というのは、そうじゃないリアルの場というのをちゃんと作っていくということが一つの方法だと思うんですよね。まあ、さっきもくじ引きの民主主義みたいな話がありましたが、一方的な情報だけが入るのではない、ちゃんと両方 その情報がこう聞ける場を担保していくっていうことが、それがまあ対抗策の一つなんじゃないのかなと。アイスランドの場合は人口30何万だか40何万だかの、その
ちゃな国で、それでなんか1500人だか950人だか、そういうその場を作るっていうのはやっぱり影響力ものすごく大きいと思うんですよね。まあ、そういうことがこのまあ人口1億超える日本の中でどこまでできるかっていうことはありますけど、でもそれはやっていかなきゃいけないことなんじゃないかなと。そうじゃないとその国民主権っていう形になかなかならないんじゃないかなっていうふうに思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、あの情報の総量を増やすっていうのは非常にシビアな世界の話で、同じ言論は1日で飽きられるんで総量として増えないんですよね。どういう時に情報量が増えていくかっていうと、多様な人たちのプレイヤーがいろんなことを言い始めてですよね。だからそもそも同質の言論は総量を生まない。だからそこに規制をかけていくっていうことが、いかにまあかえって自分たちの首を絞めていくことになるかっていうことは感じます。というのが、規制する側の目線で考えるといかに秩序を作るかっていう方になるかもしれませんが、おそらくここにいる、まあ、僕らは規制される側になってしまうんじゃないかなと思うんですよね。逆にそうした多様な言論が担保されたからここに多分いるんだと思うんです。いろんなところを組織を離れたりとか、いわゆるこうマス媒体で発言がおそらく弾かれたとしても言える場所があるとか、だからそういうことに対して抗をしてくれるすごくシビアな目を持った視聴者がいて、実を言うと有権者がいるんだっていう向き合い方をしないと、同じ穴の無地なっていうか、なんかそういう怖さを自分の中にいつもこう持っているので、まあ、そういう意味で言うと、単なるこの情報量を増やしたいじゃなくて、総量っていうのはまさにここにいるようないろんな立場のいろんな賛否が出る、しかもそれが情報が更新されていくような、去年はこうだったけど最新こうだよねとか、いや今こうなってますよっていう、そういうものは諦めてはいけないなって思いました。 NHK に入局するとき最終面接で、いやメディアは変わらなきゃいけないと思いますって言ったら、役員の人たちにどうやって変えるんだって言われて、いや一生懸命いろんな人が話せば変わると思いますって言ったら失笑されました。随分性善説なやつだなって言われました。でもそれで NHK に入局して12年間いて、その時にやりたいなと思ったことを退職してからも10年こうやって続けられるのは、そうあってほしいって思う人たちがたくさんいるからだなと思うので、僕はその視聴者の皆さんや有権者の一人一人の人がを信じたいっていうのが、まあ本間さんが表現してくださった、まあ、優しいなっていう印象に、僕はやっぱり裏切りたくないっていう思いが、仲間でいたいなって思いますね、視聴者の人たちと。はい、ありがとうございます。まあ、なんですかね、メディアビジネスとしてのテレビ局は当然厳しい環境に置かれてますよね。どんどん厳しくなってて、それは冒頭にも述べた広告費だったりとか、あるいはまあ放送局のね PL とか見ればもう明らかではあるなんですけど、じゃあテレビの存在感ってどうなんだろうっていうと、メディア接触調査とかやっぱり影響力受けた、まあ、今回のねこれなんかを見ていてもやっぱりまだまだ結構あるわけですよね。まだまだあるというか、相当まだトップに近いぐらいの影響力がある。でそれを考える上でやっぱりネットとテレビの関係っていうのを考えた方がいいと思うんですよね。つまりテレビ自体はビジネスとしては厳しくなってるけれども、テレビの報道とかコンテンツっていうのがネットで話題になる機会は間違いなく増えてるわけですよね。それはインスタとかツイッターとかそういうソーシャルメディアが増えたこと で僕は普段あんまりテレビはリアルタイムでは見ないんですけど、ただ全録レコーダーで一応撮ってるんですよ、全部の曲を。でそうするとテレビ正直ここ数年本当見る機会増えました。なぜかっていうとツイッターで話題になるから。例えば昼帯でこんなことがあったとか、あるいはまあ、ホースってすごかったとか、ちょっと NHK の狂言絶対見た方がいいぞみたいなのを知って、普段興味なかったものが自分の興味関心であることっていうのを後付けで知って、まあ、それで全力レコーダーで見て、まあ、なんなら別にそれ見なくてもツイッターに動画が流れたりとかして知ったりするわけですよね。だからなんかで、まあ、同じことってラジオでも起きてますよね。今
今ラジオってラジコがあって、あのタイムフリーとかエリアフリーでいろんな番組っていうのは見れるようになって、明らかにやっぱりラジオの番組のコンテンツっていうのがすごく大きく話題になるみたいなっていう現象が起きていて、だからもう今後この放送のコンテンツっていうのは、そういうあのテレビとかラジオとかの番組単体で消費されるものではなくて、多分ネットとのその話題をお互いに与え合うことで、消費されていくっていうふうにどんどん若い世代はなっていくはずなんですよ。でなんか僕あの放送批評懇談会のギャラックっていう雑誌に一回あの10年ぐらい前にあの YouTube 以降のテレビってどうなるんだろうっていうんで論考を書いたことあるんですけど、やっぱテレビって制作者の人と話をするとみんなやっぱり、まあ、作って放送したらそれで終わりっていう、ね、っていう感覚がすごく強くあった。でも今違いますよね、残るんですよ。やっぱりあの特に誰かからね、録画されて違法アップロードされたりとか、ツイッターなんかいくらそういうのに溢れてますけど、そういう形で残るっていうことはやっぱり常に検証され続けるっていうことですよね。だからアメリカなんかだとさっき堀さん言ってたみたいに、あのフェアユースだからインターネットアーカイブに行くと過去3年間のあのニュース放送全部見れるんですよね、クローズキャプション付きで、で検索できるっていう。でこれってやっぱね、あの後から検証されるかもしれないっていう可能性が高まったことによって、やっぱり質が高まるし高めざるを得なくなってくるんだと思うんですね。で多分それは制作者がその意識に変えていかないといけない。だからでもそれはやっぱりビジネスチャンスでもあるわけですよね。ネットとの関わりが増えたってことはビジネスチャンスでもあるし、だからそういう状況に変わったからこそ、やっぱりかつてのように流して終わりじゃなくて、やっぱり流した後も今後ネットで永遠に検証され続けるというふうにテレビメディア変わったんだというふうに制作者の意識が変わったら、そうするとおのずとじゃあ CM どうしていくんでしょうか、この時期の発議の時期の番組どうしていくんでしょうかっていうふうにも、そこにもやっぱり制作の仕方に影響を与えると思うので、なんかそういう意識を持っていただいた上でのこの CM 規制議論というのをやることが肝要ではないかなと思いました。以上です。ありがとうございます。やっぱりテレビ CM の論点がほとんど今日議論あまりされなくって、やっぱりネット CM の方にまあ気持ちがいくっていうのは結構こういう場にあのたまに来ると あって、それは当然のことだし、まあ時代だと思うんですけれども、ただ一方でまあやっぱりその今あの津田さんがおっしゃったそのネットがあの人々をテレビに回帰させていくっていう現象はすごくよくわかるし、あの政治家の国対委員長室の国対委員長なんかずっとワイドショー流してるんですよね。ツイッター見ながらワイドショーを見るっていう状況で、でこう相互にこうやってやりながらずっとこうやって見てるんですよね。で結構そういう人は国対委員長に限らず政治家に限らずいるはずだというふうに思います。まあ、あと今日のこの、ずっと引用されているその、あの都構想の賛否を問う住民投票の投票者の方がテレビの CM は、まあ、3%、 この 3% をどう見るかっていう話はあると思うんですけど、私が思うのはあのテレビの情報とかニュースを見てる人の2割、テレビの討論番組を見てる人の2割、新聞雑誌を見てる人の 15% とかって、みんなそれぞれ自分のお気に入りの違うものを見てるんだけど、このテレビ CM を見ている 3% は同じものを見てるんですよね、みんな。やっぱりそういうことを考えると、ま、あのもちろんネット規制っていうすごいネット規制なのか、あるいはあの規制じゃないのかっていうことも含めてすごい大事な大きな論点が構えてるんだけれども、やっぱりその前段階としてのテレビ CM の問題っていうのはやっぱりそこに厳然としてあるんだろうっていうふうに、まあ、私自身は今日改めてあの思いました。つまりそのテレビ CM についてもその盛り上げるか規制かとか、その盛り上げるから規制は必要じゃないとかいうことでは多分なくって、やっぱり盛り上げることによって必要最小限の規制のデメリットを上回っていくっていう、まあ、こういうことが必要なんだろうっていうふうに、まあ、すごくあの思いましたので、まあ、このテレビ CM をどうしていくかっていうのは、まあ、つまらない論点なんですけれども、まあ、やっぱりきちっと民間で話もして、でそれをきちっと政治に投げかけて、そしてこれについては今後また変わってもいいから、どうせ変わるんだからテレビとネットの関係だって、でも今現時点での結論をちゃんとあの、国民とキャッチボールをして政治の側が決断をしてほしいと
いうことをきちっと呼びかける重要性っていうのは私自身すごく改めて感じました。はい、以上です。長時間どうもありがとうございました。今皆さん方のところにメッセンジャーとショートメッセージで今日の IWJ のアーカイブのアドレスをお送りしました。ぜひですね、アーカイブ無料で見れるように、IWJ が配慮してくださってるんで、今日これ終わりましたらですね、今夜にでもツイッターとかフェイスブックでこの円卓会議の模様をですね紹介していただけたら助かります。で、まあ、本当に正直悪い人ばっかりじゃないと思うんですけども、僕は憲法審査会がこの後今日我々がやった議論をにわかに旺盛に展開するとは全く思ってません。で、彼らが展開するのはもうちょっとメディアが取り上げてくれて、サボってるじゃないかと、議論すべきことをしてないじゃないかっていう記事があふれ出して、ネットでもみんなおかしいと憲法審査会っていうふうに、与野党のトップはどうなってんだと、政局にするなみたいなことがなったら、ようやく憲法審査会動き出すから、タイムラグが1年ぐらいあるんじゃないかと思ってます。で、問題はじゃあメディアが今日のこのことを書くかっていったら、これも断言できるんですけども、多分書かないです。で、前だったら書かなかったら終わってるんですけども、しかし8ビットもあるし、一月万冊もあるし、皆さん自分の媒体持ってらっしゃるんで、これから独自でですね、この手の問題をそれぞれ自分とこの味わいを出しながら企画して番組編成していっていただけたらありがたいなと思って、僕はもうほとんどもう大手の新聞社には何の期待も持ってないというのが正直なところなんで、論座には期待をしていますけども、論座なんてもうその通りの名前ですからね、みんなで論座論じ合おうというね。だから、まあ本当に今日はもうお忙しい中お時間ありがとうございました。また今度は津田さんあるいは堀さんが主催しているところに我々がゲストで伺うということにしたいと思うんで、秋にまたよろしくお願いします。本当にどうも今日は皆さんありがとうございました。どうも。